どうも、お疲れ様でーす。おどつでーす。よろしく。はいはい、のんちゃんいらっしゃい。昨日、のんちゃんの夢見たな。こんばんは。はい、こんばんは。ワドツコラボトツです。楽しい夢じゃなかった気がする。あんまりワクワク楽しい夢じゃなかった気がするね。どんな夢だった？のんちゃんが出てきた気がする。大忙しかったな。昼間仕事で見れないけど走ってますか？最近走れてないね。最近走れてない。19回目で終わってる。明日昼から再開だね。走れてない。寒いよ。寒いよ。
縄跳び30分。縄跳びはまあ有効だよね。うん。縄跳びはすごい有効。あ、もしブルーカラーですか、ホワイトカラーですか。ホワイトカラーです、今日は。あ、ホワイトカラーなんですね。どうも。どうも、こんにちは。あ、すみません、ちょっとうん、一瞬トイレ行くんで、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。ごめんなさい。ま、はいはい。いってらっしゃい。すぐあるんで。はい。はい。なんでこいつはこんなに俺に絡みたがるんだろうね。全然わかんないよね。縄跳びはすごい疲れるよ。あとリズム感がないとダメだね。子供はほら、一生懸命やるから、本当に全力でやるんだよ。何もかも全力で。だから、死んだように寝れるんだよ。死んだように。羨ましいよ。なんだろうね、こういうのに好かれるんだよね、本当に。いや、勝手に友達にしないでやめて。友達でも何でもないから。やめて。はい、すみません、お待たせしました。はい。はい、なんか若手芸人みたいな。ディスコゴー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 みたいな。違う違う。こっちの方じゃないか。はい、どうも皆さんお待たせしました。セフィゾーでーす。こういうテンションじゃないから。いや、今の良かったよ、すごく。なんかはい、どうもーっていう、元気いっぱい。どうもー。はい、こんにちは。盛り上がってますねーって。はい、そうですね、はい。で、ゴー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 みたいな。なんかありましたね。そうそうそう、ジングルでね、わーわーっつってね。デリデリデリゴーゴー。で、なんか、まあまあまあ、うん、はいはい。まあまあまあ。はい、まあまあまあ。いやー、今日仕事頑張ってきたんですよ。まあ、土方じゃないんですけど。うん。で？いや、頑張る。いいことじゃん。仕事頑張ってんだ。いくつだっけ、今、セフィ。え？今、年齢28か。頑張ってるじゃん。で、頑張ってないじゃん。できれば働かない。
で生きるんであれば、その方がいいかなと思ってますからね。俺、働いて幸せになる人もいると思うよ。全然。いや、どうだろう。労働はクソだと思ってますよ、俺は。いつも。労働はクソだと思う。なんで？どだってこがク労働ソだ？しないといけないじゃないですか、今の日本は。え？労働しないと。労働しても俺は幸せになれる人はなれると思ってるよ。いや、俺はそうは思わないですね。全人類が？なぜかといえば、時間がもったいないから、人生の。人間の人生、時間は短いのにもかかわらず。でもやりたいことで働いてお金得るんだったらいいじゃん。違うよ。ほとんどの人間はやりたくない仕事やってるんですよ。いやだから、それはそうだと思うの。それは悪いことだと思うけど、俺、やって金稼いでる人いっぱい知る。その人たち、その人たちはかっこいいよ。かっこいいですか？いや、まあ、その楽しい仕事で、俺はね、例えば、納得いく仕事をしている人であればね、それはいいかもしれないですけど。だから俺別にお金を稼ぐんだれば普通のサラリーマンとかじゃなくて、なんか格闘技とかそういうの、まあ、縦の話格闘技とか全然関係なくて、そっちの方がなんか面白そうだなっていうイメージはある。ああ。まあかっこいいよね、ファイターはね。そうそうそう。あの俺、格闘技経験あんまないんで、あの、ボクシングのお試し期間をちょっと、一週間か。一週間ぐらいしかやったことない。一週間か。ぐらいしかないです、格闘技経験が。続ければよかったのに。いや、引っ越したんですよ。でも、だって、引っ越し先でもあるでしょ、ジムとか。ああ、まあまあまあ、その時はもう、今は普通にスポーツジムで行ってんすけど。うん。あの、ボクシングジムじゃなくて。ボクシングジムで通うってすげえ面白いよ。ボクシングジムはね、まあ、あの場所によりますけど、俺結構ね、狭いジムの方が好きなんですよ。ああ、わかるわかる。広いとこあんま好きじゃないんですよ。あの、狭いとこだとやりやすいんですよ。広いとこだとなんかその、人がいっぱいめっちゃいて鬱陶しいんですよ、マジで。たまたま空いてたとこは、狭いとこだったから、安かったし、月謝も。めっちゃ狭い、なんか、1K みたいな。月謝いくらぐらいだったの？いくら6000、6000円ぐらいか、安っ。7000か。7000かぐらい。へぇ。めっちゃ狭いんですよ、だから。ワンルームかっていう。いや、でも安いね。まあ、もっと広いとこは高いと思いますよ。設備もあったりしね。そこそあんま設備とかなかったんで。まあ、ファイターかっこいいよね。ファイターいいでしょ？ファイターはかっこいいと思う。まあ、俺はなれないけど。いやでもまあまあ、俺もまあ、プロとかまでは、まあ、慣れたらなりたいなと思うけど、年齢的にも無理でしょ。まあ、厳しいよな、28か。ちょっと厳しいね。昔からずっとやってたとかならまだしもね。何年も何年もやって。え？何年も何年もやってプロになってるからね。そうそうそう。でも俺一応ね、あの、それなりに体は鍛えてるんで、まあ技術さえ磨ければ、まあまあ、プロになるだけならいけるかもしれないですね。なんかね、誤解してる人多いけど、ボクシングとか格闘技って筋肉量あんまり関係ないよ。まあ、それは技術でしょ？知ってますよ。技術とかね、瞬発力。まあ、あの、なんて言うんだろう。体幹と瞬発力だね。はい。うん。いや、あの、分かってますよ。そういうのは。全然筋力だけじゃないっていうのは。筋力はあんまり関係ない。いや、多少は関係あるでしょ、筋力は。多少なんだけど、ね、重さには関係あんの、パンチの。はい、ただ、なんて言うんだろう、それを当てる瞬発力とかの方が、俺は大事だっていうふうに俺は思ってる。いや、はいはい、感覚ね。まあまあ、そうでしょうね。で、和藤さんは、なんかその、なんて言うんですかね。プロになりたいとかそういうのはない。俺はだから最初、はい。そうですね、はい。俺は最初、あの、なんだろう、配信のプロになりたかったね。6年前は。で、配信が飯、15万で生活できるから、俺は、生活保護以上の生活で、最低ライン15万なのね。来ないだから、
うん、だから15万以上稼いだらプロ名乗るねってずっと言ってたので、ふわつきてからになったからプロ名乗り始めたんだけど、今はもうこんなの全然夢でもなんでもなくなったね。むしろなんか嫌になっちゃった。俺は嫌になっちゃいました。あ、うん、もし受け身になりたいとか思ったことあります？受け身？イケメン、イケメン、イケメンに憧れたことはないね、はい、イケメンの友達いっぱいいるけど憧れるわっていうのは一回もない。あ、マジですか。なんかちょっと考え方違いますね。ないない。俺逆にイケメンめっちゃ憧れますわ。イケメンってあれだよ、なんか幸せではないよ別に。イケメンイコール幸せではないよ。なんか俺それあのね、同級生の先輩にハイドみたいな顔した人がいたの。超イケメンで、ラルクアンシエル絶世紀だったから、どっからどう見てもハイドなのよマジで。イケメンじゃん。はい。でもう本当に学校とか行くと、あの同級生とか下の学年の女の子がキャーって本当に言うのよ。それくらいのイケメンだったの。はいはいはい、はい。でもその先輩と飲んでる時に、中3の頃みんなで集まって飲んでる時にベロンベロンにその人酔っ払って言ったのが、俺さ童貞なんだよねって言って、すごい悩んでたよその人。いやでももう卒業してるでしょさすがに。もう卒業してるけど、だからこれってすごい衝撃で、イケメンイコールモテるんだよその人は間違いなく。でもあの童貞だったんだよ。いやそれ別に選べるじゃん。違う、お前ね、その人が言うのは、俺も言ったのよ。だって、女の子とか告白したら付き合ってくれるでしょって言ったら、やれるじゃん。じゃあ、なんで帰ってきたかっていうと、ね、バカって、そういうんじゃないって言われるんだ。要は、憧れの人であって、恋愛の対象ではないって、女の子に逆に振られるんだって。ああ、そういうもの。そういうもんなんだよ。だから一概にイケメンイコールモテるとかセックスができるとは限らないよ。じゃあ AV とか見てて、まあ、俺こんないい女抱きたいなと思ったことあるでしょ？ないかな。ない。俺めちゃくちゃ AV、まあ、例えば AV 見るんですよ。そのサンプルなんですけど、うん、うんうん、サンプルばっか見てで、可愛い女の子めっちゃ多い。まあその整形だと思うんですけど、可愛い女の子多すぎて抜くのに女優を10種類ぐらい見て、いつも抜くんですよ。ああ、でも、1人終わらないんですよね、可愛い子多すぎて。まあ、多分整形なんだろうけど。いや、整形でもいいんだけど、いいことにあんまりグッと来ない。ああ、来ない。いや、それ羨ましいですね。なんかめっちゃ可愛い女の子多すぎて、なんか1人の女の子じゃなくて、いろんな女の子を置かれて、いろんな女の子を見まくって、はたはてるみたいな、そんな感じの。なんかね、可愛い女の子って、いや可愛いに越したことはないよ。あの綺麗な人ことに越したことはないけど、そこが一番ではないかな。ああ、俺なんか欲、うん、俺欲深いんですかね。男女欲深いっていうか欲望が浅いんだと思う。浅いの？うん、欲深すぎるからなんかいろんなもんが欲しい。俺結構強欲だと思ってるんですよ自分のこと。俺ね、お金が欲しいっていうのと、いい女抱きたいっていうのってすごい低重要だと思うんだよ。ほう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 。なんでかっていうと、それって動物が持ってる本能の生存欲求って言って、要は美味しいご飯いっぱい食べたい、安心して生活したいっていう欲求と、子孫繁栄を両方とも生存欲求っていうのね、マズローの5段階欲求説だと。で、生存欲求って一番低い次元の欲求だって言われてるの。ほう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 。マズローの5段階欲求説って聞いたことある？いや、ない、ないです、全然。ちょっと軽く説明していい？はい、です、はい、お願いします。はい。うん。そのマズローっていう人の、5段、欲求段階説とか、5段階欲求説とかあるんだけど、ちょっと待ってね。まず人間は低次元から高次元な欲求があるっていうことをは唱えてるのね。で、生存の欲求っていうのが一番下にあるの。はい、欲求っていうのは生命に関わることで、性欲とか食欲とかそういうもの。だから今セフィーが言ってることなのね。で、次、安心欲求。安心とか安全とかの欲求。これは命の、その、なんていうのかな。なんていう、こっちがあれだ、家にこう家を作りたいとか、衣服を整えたいとか、そういうこと。
わかる。で、次の段階に行くと、社会的欲求っていうのに入って、今度人に認められたいとか、リーダー、要は課長になりたいとか、昇進したいとか、出世をしたいとか、ステータスって呼ばれてるもの、要は学歴を上げたいとか、これが社会的欲求。はい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 。で、その、そうそう。で、次に行くと、承認欲求って言って、フォロワーの数とか認められたいっていう願望が入ってくるの。はい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 。要は、なんていうのかな、人に、こう、ねとか押されたいとか、そういうこと。で、最終的に自己実現の欲求に行くっていうふうに言われてんの。あ、っていうか、また延長できないんだけど。っていうか、これ、フワッチどうにかしろよ、マジで。自動延長にすればいいじゃないですか。自動延長にして、延長に押せないんだよ。延長ができないの。じゃなくて、自動延長にしていれば、勝手に延長になりますよ。ならないの。ポイント買ってないと、チケット、延長チケットを買ってないと。あ、だから買えないの。延長チケットはゼロってこと？そう。なんえ、あとはさ、うん。いや、だから本当に金ないんだよ。今、そこにちょっとさ、セフィーさ、申し訳ないんだけど、俺延長チケットってから、もう一回枠開き直すから、5分さ、5に上がってくれる？一回一回切れってこと？だって延長できないんだもん、これ。はい、たびたび、ごめんなさい。もう、ふわっち勘弁してくれよ、ほんとに。ひどすぎるよな、ちょっとな。あのちゃんいらっしゃい。ちょっとこれはひどい。あれ？来なくなっちゃったね。ただいま。あ、そうだ、チキ取ってもらったんだよね、この前。チキかわいいね。チキ。よくない？チキ今流行ってるんだって。チキいいね。チキ高いらしいよ、今1万すんだって、ハードが。めちゃくちゃ流行ってんだって。
ラロイド。セフィ上がってこなくなっちゃったからダベってようか。あ、来た、セフィ。あれ？ごめんごめん。あ、どうも、はい、お疲れ様です。お疲れ。いや、だからさ、結局、欲望が浅いっていうのはそこなのよ。そういうもんすかね。うん。俺、これは当たってると思うよ。マズローの見解っていうのは。はい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 。うん。で、低次元の欲求を満たさないと、高次元の欲求は、に移行しないって言われてんの。例えばさ、その命の危機にある、紛争地帯にいる子供たちってさ、生存欲求を満たさないといけないわけじゃん。生きるか死ぬかみたいな状況でしょ。で、そこでさ、俺はミュージシャンになるんだとか、高次元な欲求って発生しづらいじゃん。そうそう、そういうことを言ってるんだけどね。チェキのフィルムはね、10枚で1000円って言ってたかな。なるほど、ちょっと例えがちょっとややこしかったよね。難しい話だよ。え、難しい？どこが難しいの？和道さんの知ってる独特な話の内容の例えだった。え？だってさ、いやいや、簡単なことじゃん。要は、水を飲むか飲まないか、食料がなくて死ぬか生きるかっていう状況で、俺はレーサーになるんだとか、ヘリコプターを手に入れるんだっていう欲求って湧く？っていう話よ、簡単に言ったら。いや、湧かないけど。湧かないじゃん。っていうことは、だよ。つまり、セフィは自己実現欲求を満たせる状況のライフスタイルを送ってないっていうことを言ってんの、俺は。あ、だから、そういういろんなものに。そう、性欲とか、そういう食欲とかに支配されてる。要は簡単に言うと動物と一緒じゃん、それ。なんかちょっと、何も。いや、そうじゃん。世の中の動物って全部さ、飯探すこととさ、パートナー探すことで一生終わるわけよ。いや、でも人間ってそんなもんじゃない、そんなもんじゃないですか？いやいや、動物はそんなもんだと思ってんの。でも人間にはもっと高度な喜びとか悲しみが俺はあると思ってるから、だから芸術やってるわけよ。っていう話。なるほどね。うん。だってさ、女なんか腐るほどいるよ。でも可愛い子の方がやっぱいいでしょ。可愛くて巨乳で、なんかレースクイーンみたいな女ってやりたいと思わないですか？思わないってだから言ってんのよ。だから。いや、若い時はあったのよ。そういういい女抱きたいとかあったけど、それって俺、いくつぐらいだろう。もう、あれだよ。20歳入るときにはなくなってた欲求だよ。ああ、で、俺ね、飛び出し新地によく行くから、その飛び出し新地以下の女の子、ちょっとなんかその、ラインが高いんですよ。こう自分、ブサイクなんですけど。いや、だから、飛び出し新地、だって日本有数の、だっていい女が集まるって言われてんだよ。めっちゃいい女な、まあ、全員整形なんですけど、まあ、めっちゃいい女なんですよ。だって15分1万円とかでしょ、あそこ。もうちょいしますね。いくらくらいすんの？15分じゃない、20分1万6000円です。ああ、高いね。でもさ、金で買える女かって何が面白いの？いや、でも性欲満たせれればそれでいいかな、いい女抱いてっていう。自己満足ですね。でしょでしょ？なえない。なんか、俺はなえるのよ。その金で買える、誰でも買える女よりも、絶対に手に入らないものを手に入れた方が良くない？それができないから女を買うんですよ。できれば最初から女なんか買わないですよ。
だから女買っちゃってる時点で、レベルの低いその欲求で満たしちゃってるから、次の欲求に行かないじゃん。もったいないじゃん。パワーをなんか失ってる気がすんの、俺は。俺は？俺がじゃなくて、俺が風俗とかに行っちゃうと、その、悲しくなるのよ、簡単に言うと。金を買って後悔することになるから、金を使って。はいはいはい。わかるかな？いや、でも女は、買った方がいい、いい女はなんか、金払ってでもなんか買った方がいいと思いますけどね、俺は。いい女から金払ってでも和道くんと付き合いたいって言われた方がよくない？俺、だって実際そう言われてるんだもん。だから、金を払っていい女抱くんじゃなくて、金払ってでもいい女に和道さんに抱かれたいって言われる生き方をしたいと俺は思ってる。ほう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 。そっちの方がレベル高いじゃん。まあまあまあ、そうですね。うん。っていう感じ。いやいやいや、それはでも、なんだろうな。いろいろ金のこととか、いろいろ先のこととか考えちゃうんですね。どういうこと？だから俺なんかデートとかがめんどくさいんですよ。要するに。うんうんうん。もうやれや、やれや、それにやりたい。なるほど。だから飛び出し1はなんかまさに自分にいいかなって。だから、まあ、しかも時間が短いからもう楽なんですよ。スパッとやって、スパッとみたいな。ああ。いや、全然なんかわかんねえな。わかんない？全然わかんない。飛び立ち新地のシステムみたいなものは面白いと思うんだけど、その、まあ、橋本さんがあそこの弁護士やってたとかさ、そういう情報とかには、こう、あと風俗論とかには興味があるんだけど、なんか飛び立ち新地の女を買って気持ちいいんですよって言われても、なんか刺激的になんか面白いものは何にも起こらないかな。へーって感じ。オナニーしたら気持ちいいんですよっていうのと、なんか一緒に聞こえる。だから、僕、天下の何々が好きなんですよって言ってんのと一緒の話に聞こえちゃう。それのなんか、値段が高いバージョンみたいな。ああ、はい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 。うん。いや、でもね、うん、女はなんか、やると心が満たされますよ。そう。だから満たされないんだって、俺は。なんで？だからなんでってさっきも言ったけど、誰でも買える女を買って、だって金を持ってるからその人は、セックスをさせてくれてるわけであって、セフィーのことが好きで仕方なくてセックスしたいわけじゃないんだもん。いや、まあまあそうですね。そうですよ。ってことは虚しいじゃん。金持ってりゃセフィー、要はセフィーじゃなくてもいいんだよ、その女の子からすると。誰でもいいの、お金を払ってくれる。何もしないよりは良くないですか？いや、だから何もしないじゃなくて、俺実際だから女の子から和道さん和道さんでチヤホヤされるから、俺は別に満たされてるもん、そこ。あ、モテるからってこと？そう。そう。若い人とかに？いや、若い人も来るよ。ああ、いいですね、それは。だから、のりこのイメージが強すぎるから、はい、その、なんつうの、なんか年齢上の人ばっかりって思い込んでるけど、その、実際俺は俺だから知ってるわけじゃん、俺の現状っていうの。別に、はいはいはい、いろんな人から来るよ。それこそ、ブサイクからも来るし。うん、いろんな系統の人から来る。そう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 。その中にはもちろん、綺麗なモデル、実際モデルの子とかから、来るよ。それこそお前が羨ましいっていうような子も来るけど、俺はグッとは来ないんだって、それに。それすらもグッと来ないの。なんでかっていうと、その子たちが和道さん和道さんって言ってるの、俺が閲覧多いからだっていうことを俺が知ってるから。俺の人間性とかに惚れてるわけじゃなくて、俺がただその閲覧が多い配信者だからそう言われてるだけっていうのを俺は知ってるから、あんまグッと来ないのよ。
あ、売名、予算みたいな売名目的ってこと？いや、もう、売名だからじゃないんだよ。要は、金持ってるから寄ってくるのと一緒。閲覧持ってるから、かっこよく見えてるだけであって、俺の人間性とかに惚れてるわけじゃないっていうのをよくわかってるの。はい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 。うん、でも、それでも別にやれればよくないですか？いや、だからそこによ満たされないんだって。なえるんだって、俺は。なえる？うん。なえるっつうか嫌な気持ちになるの。嫌な気持ちになる。だから、セックスをして満足感を得られるって、セックスが非日常だからなんだって。ディズニーランド行って楽しかったっていうのと一緒で、ディズニーランドに住んだらうんざりすると思うよ、多分。ギャルってやりてえと思わないですか？でも別にいつでもやれる状態だからやってんのと一緒じゃん。いつだって俺、ぶっちゃけた話、のりこがいなかったとしたら、毎日ちょっかい引っかい別に、この家に毎日女が来るもん。あ、そんだけモテるってこと？うん。余裕で自信あるよ。マジっすか？マジ。え、マドさんそんなにモテるの？モテるよ。もう知らなかった。うん。見せてないもん。そんな女の子、いろんな女の子、とっかいひっかいできるぐらい、大モテる、うん、大モテってことか。うん。それそうでしょ、だってさ、一日さ、1万人ぐらい俺に関わってくるわけよ。はいはいはい。例えば、閲覧200って、200人って学校の、どれくらい、一学年、中学校ぐらいあるのかな、1年生から3年生ぐらいまで、200人って。はいはい、その中に美人いるでしょ、絶対に、200人のうち。で、俺1万人近く毎日、あれだよ。俺のこと見に来るんだよ。ああ、まあまあ、そう。それは美人いるでしょ。まあ、中にはいるでしょうね、その美人は。そうそうそう。確率論的にいるでしょ。だから、そういう心理が分かっちゃうと、その、法則が分かっちゃうと、俺からすると別にいつでも手に入るものだから、焦る必要ないんだって。あ、モテるから。そう。モテるからっていうか、その確率の話ね。はい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 。うん。いやー、なかなかそういう話はできないですね、それ。でも、野田とか、よっさんとか、プライベートでめっちゃくちゃ可愛い女の子連れて歩いてるよ。配信外で。野田通りが？そうだよ。野田通りが奥箱しまくってみたいですね。そうだよ。だから、それは、その、なんつうの。ある程度有名配信者になると分かるよ。みんな人形さんみたいな女の子と歩いてるよ。まあ、よっさんでやるやついないし、逆に。いや、めちゃめちゃやってるよ、よっさん。セックスでしょ？そうだよ。よっさん？いや、だから、モテないと思ってる時点でアホなんだって。バカなんだよ。だから俺らはその金が欲しいとか女が欲しいとか閲覧欲しいとかじゃなくて全部を手に入れたいのよ。人気も金もいい女も全部当たり前なの。だからそこにあんまりそのグッとこないよ。なるほどね。羨ましいなとかはない。あくまで自分のことのみで生きていくってことになるのかな、うん、例えばさ、水道水飲んで羨ましいって思わないでしょ？思わないですね。それは水道水を毎日当たり前に手に入るからなんだよ、セフィが。はい。でも、水道とか井戸とかがないような村とかってあるじゃん、あの世界には。はいはいはい。その子たちからすると、毎日綺麗な水道水が出る家、国があるって言ったら、羨ましいって言うと思うのよ。はいはい。それと一緒。いつでも手に入るものは別に、今必要なものではないんだって。要するに配信者モテるってことなんですか？いや、そこじゃなくて、
ね。大手配信者。いや、配信者がモテるってマウント取ってる話に聞こえちゃうんでしょ、だからこの話が。いや、俺が話したい本質、はい、そこじゃなくて、その、そういう性欲とか金銭欲とかよりも欲しいものがあるっていうことを言いたいの、俺らは。俺らはっていうか、俺は。なるほどね。和道さんは、今は、それでいいですか？じゃあ、自分は。もう今の自分がいいってこと？違う。俺がなりたい自分っていうのは、もうあと 5% 足りないの。水道代とかってこと？うん、別に水道代は別に、毎月泊まるだけだから別に。でもなんとか水道代。泊まって、水道泊まるってやばくないですか？ちょっと。泊まってるよ。止まってるけど別にお金はあるわけよ、ここにこうやって。だからお金がないから水道止まってると思われたくないの。さっきもね、お金水道止まったってタイトルで女の子から1万円振り込もうかって言われたけど断ったのよ。内緒だけどリスナーさんに言わなくていいから私1万円で振り込まれようかって。つまりお金がないからそういうことやってんじゃないから大丈夫だよって意味で断ったのよ。ありがとねって気持ちが嬉しいよって。なんて言うのかな、ただ止まっただけなんだよ。別にお金はあるの。支払うのがめんどくさいの。ああ、お金はある余裕であると、うん。お金は別に困ってないよ。そんな裕福なほどあるわけじゃないけど。いや、支払うぐらいはあるんだけど、その払いに行くのがめんどくさいの。ああ、もう余裕、なんか余裕、いつか、なんでさ、いつかさ、余裕感がなんか。余裕？余裕かなんか、うん、いや俺なんか和道さんすごいなって思ってますよ。なんかすごい力さん余裕感出てるのかな。余裕感が分かんないけど、いや人生、余裕感はよく分かんないけどね。いやなんか、うん、ねえ、そこまで生活とか焦ってなさそうみたいな。生活なんか全然焦ってないよ俺。いつも言ってるけど、うん、焦ってないよ。だって俺、ホームレスだったんだよ。別に、だって、路上生活できるもん、俺。あ、その気になればってこと？うん。はい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 。あ、ホームレス、あ、言ってましたね、そういえば。うん。ホームレスだと。そうそう、路上生活全然経験してるから。はい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 。うん。だから俺がね、欲しいものってね、お金で手に入らないものが欲しいんだよ。どうしたら和道さんは満たされますか？いい質問だな。多分ね、マイケル・ジャクソン。イエス・キリストとかマイケル・ジャクソンみたいになりたいの。それハードル高すぎでしょ。いや、俺だからずっと言ってんじゃん、放送で。マイケル・ジャクソンとか、ジャスティン・ビーバーとかイエス・キリストとかブッダとかが俺の友達レベルになりたいっていう。ああ、うん。でも一時期ちゃんと弾丸塾とかね、そういうのすごいなんか、まれ、から、コラボったりしたじゃないですか。うん、やってるね。今もやってるんですかね。やってるよ。ああ、はいはい。うん。それはそれすごいと思うんですけど、なんかその、うん、満たされる、俺はね、やっぱその性欲が強すぎるから。うん。いろんな女、めちゃくちゃいい女を片っ端からやれればそれでいいかなっていう感覚なんですよ。やればいいじゃん。無駄なのがわかるから。片っ端からやればいいんだよ、ひたすら。その時に、あ、無駄だったんだってことに気がつくから。いや、無駄ではないと思うんですけどね。経験に言う1000人以上の人とか羨ましいと思うんですよ。何が羨ましいの？すごいなと思って。うん、何がすごいの？いや、いろんな俺やれまくていいなと思って。すごいなと思って。え？いろんなお笑い？いろんな女。でも俺女とやりまくってないよ、別に。いや、和道さんはね。うん。要するにモテたいんですよ。モテたいという欲求のために、そこから何かがお金がだったり、知名度であったり。まあ、仕事であったりとかっていうのは出てくるんですよ。うんうん。モテたい、
からの金、社会的地位、まあ、容姿とか。いや、だから合ってるよ。生存欲資求源で。だから、モテたい、モテたいって言ってる時点で、僕はモテません、僕はモテませんって言ってんのと、イコールだって言ってんの。や、それは分かってるんですよ、それは。もなぜかといえば、モテる人間っていうのは、まあ、何だろう、まあ、知名度があるか、お金があるか、それとも単にイケメンかしかないんですよ。逆逆。モテるから知名度がつくんだよ。逆。逆？逆。持って、あ配れ？信者が人気だからモテるんじゃなくて、モテるような人だから人気が出るの。なるほど、もともとモテるみたいな。そうそう、もともとモテる努力をしてる人なんだよ。で、努力はしてますよ、俺だって。あ、で、まあ、努力っていうか。まあ、それ勉強本読んだりとか、調べたりとか、鍛えたりとか。うん、素晴らしいことだね。まあ、やれるだけのことやってますよ。いいじゃん。それでも、なんだ、一生このまま結婚できないのか、子供ができないって考えたら、なんかちょっと悲しいなと思っちゃう。子供なんか作んなくていいじゃん。いや、子供は欲しいっすよ。なんで？いや、やっぱ一人は欲しいよ。俺だって30代までに結婚したいしたいんだけど、まあ、多分あと2年で多分無理だと思う。結婚って何なの？セフィーにとって。結婚って扶養義務を負うことと相続義務を負うことだけだよ。いや、そう、制度的なもんじゃなくて、なんか幸せっていう価い値やいや、観。結婚にしたから幸せになると思ったら面白いよ。ふわっちとか見てごらんよ。何組離婚してるよ。何組旦那の、そう、結婚イコール幸せだと思ってる時点で、ダメよ。そしているかもしんないですけども。だってでもそ結の婚した3分の1が離婚してんだよ、日本って。でも結婚した瞬間、うん。まあ自分の中の何かが、うん、まあ満たされるかもしんないじゃない。まあね。要するに俺は満たされたいんですよ。自分のうん。し、こ、人、自分の人わか生るをよ、満わたかしるて、よ。わかるよ。すごいわかるよ。俺も全く同じだよ。幸福度を少しでも上げたいんですよ。もそちれろがんわセッかクるよ。スでもある。セックスであり、結婚であり、子供であり、仕事であり、だから金であり。そこになった瞬間、ダセーなってなんだよ。簡単に言うと、ダセーんだよ。全部欲しいんですよ。この世の全てが。強欲なんですよ。だから、全部欲しいんですよ。この世の全てがお前はいい女だと思ってる時点で浅いんだって。いや、全部欲しくないですか？いや、結局。はっきり言うよ。女なんか、いい女なんか、金掴んだり人気が出たら、ひょいひょいついてくるから。いや、だからそ、うそん。の程度のね、当たり前のことを言う、なんか、ワンピース、要は世界の秘宝みたいなこというふうに言われたら、それはお前浅いなってなるでしょ。いや、ワンピース俺はちょっとおかしいと思ってますけど。明らかに。ワンピースは。全然なんか、あれ、全然ピース、ホリエモンもちょっと途中で飽きたとか言ってましたけど、ね。いや、だから、ホリエモンに洗脳されてんだよ、簡単に言ったら、お前。ていうか、ホリエモンの言ってること理解できてないし。ホリエモンはすごい、すごい。理科はいや、ホリエモンはすご頭い良よ。すぎ。頭良すぎて。ホリエモン理科じゃない、文系だから、そもそも。要するになんかセックス、今欲しいのはもうセックス紐になりたいんですよ、俺。なればいいじゃん。なれないですよ、ブサイクだもん、俺。ブサイクだからなれないって言ってる時点でダメだよ。出会いがないんだよ。だってホリエモンブサイクだと思わない？ブサイク、あの人頭いいでしょ。頭こっいいちよ。はガチモンのアスペですよ。IQ 確かいやい俺、やいや、8。ホリエモンアスペだと思うよ。どっからどう見ても。俺は、彼は精神、病院に行ってないだけで、完全にアスペだよ、ホリエさんは。ひろゆきでしょ、多分。ひろゆきは多分アスペだひよ。ろゆきはアスペじゃない、ADHD。ひろゆきは明らかにアスペルガーではない。
これは ADHD と ASD ダブルなんですよ。アスペと ADHD どっちもある。うん。で、IQ が確か、俺と一緒ね。わかるわ。IQ が確か80何歩かだと忘れたけど。いや、だから俺と一緒だよ。そうそう。めちゃくちゃ頭悪いんだ。わかるわかる。しかも、数学だけはめっちゃ良かった、頭。いや、俺と一緒だよ。だから言、で、俺と違うのは言語性 IQ も低いの、セフィーは。そう、だから英語と国語はひどかった。そうそうそう、わかるわかるわかる。だから似てるんだよ、すごく。セフィーが俺に何かを感じるのはわかるの、似てるんだよ、多分。それを嗅覚で判断してるの、認めたくないかもしれないけど。ああ。だから俺はそれを感じるの。ただ、俺とお前の違いは言語性 IQ が俺の方が高いだけなの。いや、でもそれはね、ちょっと俺はね、昔ちょっといろいろあったんですよ、和藤さん。何？まあ、俺ちょっと孤児で育って。うん。何歳まで？あ、2歳から、まあ、18歳まで。2歳から18歳まで施設だったんだ。うん。そう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 。まあ、ちょっと特殊だったんですよね。わかるわかる。すごい。うん。で、施設の子供たちっていうのは、一般の人、うん、一般家庭の人たちも頭が悪いってずっと言われてたんですよ。てか、多分みんなもその、まあそうなんですよ。ぶっちゃけね。うんうんうん。それは、あのね、あのね、確かにある。なんでかっていうと、親が頭悪かったから、遺伝なんだよ、多分、それは。要は、子供捨てるぐらい頭悪い親だったわけじゃん。だから、それはしょうがないよ。事情が、まあ、事情がある人もいるかもしれないですけどね、その。まあ、でも、確率は低いよね。そう。うん、だから、その、例えばね、まあ、死んじゃったりとか、まあ、そういうのは仕方ないけど、刑務所に入っちゃったりとかね。うん、うんうんうん。いろんな事情があるかもしれないけど、意図的に子供を施設に入れる人間っていうのは、本当になんかその、うん、死んだ方がいいかなっていうのはぶっちゃけも。うん。でもお前子供産んだら施設に入れるって言ってたじゃん。いや、それは冗談なんですよ。入れるわけねえだろ、そんなもん。そんな、身を、睡眠毎日。いや、冗談っていうのはお前が言ってたから。それは嘘です。ごめんなさい。それは嘘です。うんうん。絶対入れません。うん。いやでもね、施設で育った人が子供を産みます。うん、その生まれた子供を施設にいる人がいるんですよ。うん。だから俺はこういう、だって自分の体験から来てるんだもん。それは普通だと思うよ。そうなるでしょ。連鎖する。こういう人間になってしまったのは、完全に多分、うん、まあ、施設で育ったっていうのと、あと施設で育った、まあ、一人めちゃくちゃ頭の、めちゃくちゃちょっと、なんだろう、やばい職員がいたんですよ。ほうほうほう。その人に気に入られたっていうのがちょっとでかいっていう。ああ。なぜかといえば、その人は、うん、まあまあ60、70超えてるんですけど、うん、子供たちに自分のことを姉ちゃんって呼ばせるんですよ。うん。何姉ちゃんっていう。あ、森場は、はい。うん。で、うん、なんだろう、ほんのなんか、まあ、言い方はさ、ほん、その、なんだろう、どれさんを超えるぐらいの気違いなんですよ。ああ。まあ、ちょっと細かいですけど、ね。うん。なんかその、うん、なんて言えばいいんだかな。まあ、ちょっと説明するのが難しいんですけど。まあ、だから幼少期の自我を形成するときに、施設での体験が影響を及ぼしているっていうことを言いたいのはわかるよ。だけど、人生っていうのは、あのね、でもね、あの、大人が本気になったら人生変えられるんだって。いや、でも人格そのものは変えれないよ、俺のこの。いや、変えられる。いや、それは変えられる。お前が変えられないと思い込んでるだけ。いや、絶対に変えられる。変えられる。お前が変えられないって言ってるから変えられないの。要は変わる気がない。大切な成長期の間にそういうことがあったんですよ。一番そういう学習能力が。いや、わかるよ。わかる。言いたいことはわかる。でも、変われるんだって。お前が変わる気がないだけなの、本質的なことを言いたいの、はいはいはい、確かにお前はその普通の人よりも逆境の中で生きてきた、それはわかる。言いたいことはハンディキャップを背負ってるのもわかる、ね、はい、親から愛情を持ってなかったのもわかる。でもだからといってそのせいだけでお前の人生が切り開けないといったら俺は絶対そうじゃないって思う。いやでもね、聞いてください。うん、いいよ。子供たちが、うん、まあ格闘技やスポーツに巡られてるの、俺だけなんか女の子に囲まれて習字習わされてたんですよ。うん。そのババアに気に入られて。うん。なんかその男に生まれて意味がないような人間の下でなんか育ったっていう。で、しかもその人は、まあ、30年以上勤めていて、うん。
気に入った児童俺だけで、自分の自宅に、まあ、お盆とかね、俺が親いないから、みんな親いる人はね、親のとこに実家に帰ったりするんですけど、俺親いなかったから、その人の家入ったりしたわけですよ。ごめんごめん、なんか途切れてた、通信が。あ、ごめんごめん。その人の家に、呼ばれるんだ。そう、行かされるんですよ、無理やり。無理やりやらされるんですよ。でも本当は実は言うと、何、やらされるって何を？セックスを？習字、習字。習字をね。そうそうそう。でも本当はずっと、格闘技やスポーツとかやりたい、運動をしたかったんですよ。みんなが習ってるのに、まあ柔道やサッカーや空手とか、なんで俺だけ習字なんか習わされてるんだろうみたいな。なんで俺こいつなんだろうみたいな。で、まあぶっちゃけその全職員の中で、まあいろんな職員がいるんですけど、全職員の中で、まあ、一番まあ無能だったっていう。まあ自分でそう思ってるんですよ。なんだその、なんだろう。偽善者気取りの虚言癖。すごい偽善者だったんですよね、その人。例えば。このかわいそう、思ってあげてる、心配している、でも何もしないみたいな。でも本当に心配してる、かわいそうとか思ってる人っていうのは、言葉にするよりも行動に移すでしょ。そうだね。そう。だから俺は気づいたんですよ。俺はその、口先だけの人間、行動に移さない人間はもう一生信用しないってもう、わかったから。いいね。学んだんだ。そうそう、学んだんですよ。素晴らしいとんで体験もなだ。い。とんでもないぐらいの偽善者で、その人。びっくりしたぐらいの。こんな偽善者いるんだ、みたいな。まあ、そう思わ勉せ強になったじゃん。られるような人でしたね。勉強になったじゃ勉強にはなりましたね、多少ね。ん。よかったじゃよかったんですけど、まあ、その、なんか、呪いみたいなもんが今もあるんですよ。それは呪いを解くべきだよ。いや、だから呪いを解くには、そいつを殺すしかないんですよ。なんで？で、僕、それで一回、捕まってるんですよ。前科一犯なんですよ。殺そうとしたの？なんで殺そうとしたの？いや、その、恨みで、お礼参りで、脅迫で捕まってるんですよ。それで今、前ち科一ょっと犯なんです。待って、ちょっと待って、お前さ、それさ、話がつながんないんだけど、話してないことあるでしょ。そいつに対する、お前が聞いてる部分からすると別に、殺害するほどの動機には聞こえないんだけど、ちゃんと話してよ。ああ、なすいんまでせん。ちょっと本当のこ説明と。がちょっと、説明がね、ちょっと省いけてや、しまった。結局何？いたずらされてたってこと？そいつに。性そう的そうな。そう、そういうこと。そうそう。でしょ？だそう。から、だから結局、やっと謎が解けてきた。でしょ？わかった。要はね、セイフィー、わかった。お前がいい女抱きたいっていうのは、その女の呪縛なんだよ。やっと繋がった。要はね、その過去を消すために飛び出し院長に通ってるの、お前は。要はその女に対するコンプレックスを払拭できるのが飛び出し院長なんだよ。まあ、めっちゃいい女ですよ。しかもそのまますんげえブサイクだったんですよね。だから、そう、ブスな女に、ね、要は性的にいじられておかしくなったんだよ、お前は。それはあったり、まあ、虐待とか普通にあったんですよ。まあ、いじめとかね。いじめっつっても、その同級生とかじゃなくて、その目上の人間の、小学7歳とか6歳の人間が18、高校生、ラグビー、高校生でガタイのいい奴らに普通にボコボコにされてる、そういう毎日だったんですよ。いやいや、そ分かっれた分かった。が、だから体鍛えてんの？分かった。そうそう。で、今度は俺がその、まあ、でも、その復讐、で、そいつらを皆殺しにしようと思って捕まったんですよね。施設の人間を皆殺しにしようとして何やったの？実際には。ガソリン、持って、焼き殺そうとしたんですよ。火つけたってこと？いや、つける前に捕まったんですよ。だからガソリンだけ用意して、今から行ってやっからみたいな。準備の段階で捕まったの？実際殺そうしてそうなそういその？う。準備の段階で捕まったのに。よかっだたから脅な。迫だけで済んだと。別で、にだって。罪も軽かったんですよ。軽向こういがね、許おして前。くれたから。質も悪いことがあるみたいな。で、当時はその内気で気が弱かったから、こんな風にちょっと、俺ほんとすごい真面目に、いい子、いい子、わかる。いい子、いい子って言われたから。真面目で素直で、お前はいい子って。わかる。勝手に真面目に。だから戦うって例え入れたのね。
そうそうそう。だから、まあ、ぶっちゃけ俺は、なんだろう。あのね、秋葉原の加藤にちょっと近いかなっていう。まあ、秋葉俺も原のね、加藤。秋葉原の加藤も、榊原の生徒の気持ち、俺もわかる。あいつらが抱えてる、あいつらは俺らなんだよ。わかるよ、俺も。で、しかも。朝原彰晃もわかる。で、わかるよ。いいですか？はい。いいよ、いいよ。加藤の母親もおかしかったんですよ。わかるわかる。で、まあ、加藤も母親がまた違ったら、また絶対ああいうことしなかったしなとかっ思ったんですよ。しなかった、しなかった。その通り。よ。まあ、モテなかったから、殺したっていうのもそれはあるかもしれないけど、多分母親が一番の元凶だと俺は思ってますよ。多分。そうだよ、そう俺はだよ、そう思ってる。そうだよ。だから、ああいう通り魔、まあ、やってることも悪い、ダメなんですけどね。ダメなんですけど、俺そうも気持ちそわう。かるよ。でもね、人殺したらダメよ、やっぱり。いや、まあ、まあ、俺はでも人はね、なんだろう、無関係の人は殺しちゃダメだっていうのはわかるんですけど、まあでも、なんだろうね、本当にそういう極悪人とかの場合だったら別に殺してもいいかなっていう考えはある。ダメダメダメ。ダメ。なんでかっもていしうくと、は、はい。お前が幸せになれない。ああ、いや、そうっすかね。俺は逆にスッキリして、なんか後腐れなく、い堂々や、とスッキリ生きするれるだじゃん。けなんだよ。スッキリするだけなの。何も生み出してないの。プラスを。気持ちはわかる。気持ちは理解できるよ。お前の。いや、だから俺ね、その過去にそういう通り魔とか、やった人とか調べまくったやつ、たくまにしろ。そういうなんかその障害者を皆殺しにした人いたでしょ、なんか。あとなんかそういう出会い系かなんかか、元スカウトマンでなんか殺した人名前を忘れたけど、なんか、いたりとか。滝井誠二してます。わかんない。わかんない。千葉県で通り魔やったやつ。いじめられて、昔過去にいじめられて、やったりとか、まあ、加藤でありとか、あとその、まあ、麻原でありとか。で、あと、土田ってやつします。土田だっけ？なんか、なんだっけ、メガネかけてる坊主のやつ。ちょ名前をちょっと忘れたんですけど、あと、榊原であったりとか。で、特に一番惹かれたのが、なぜかわからない。あと、黒子のバスケの犯人もしてます。知らん。黒子のバスクに脅迫文書いたやつ。知らん。知らない。なんか人生格差社会みたいな名言入ったやつ。知らないですか？知らない。ニまあ、いュろースんな見そうない。いう、見ない見ない。いや、結構ね、犯罪者の哲学って俺めっちゃ面白いですよ。ダメだよ。そんなの調べても共感していくだけだよ。いや、そうそう。だから共感したんですよ。いやいや、共感して取り込まれていくよ。いや、で、一番ビビッときたのが、やっぱた、もうしょ、俺、榊原よりもビビッときたのがタクマだったんですよ。あらゆる通り魔の中で、一番強烈に感じたのがやっぱタクマだったんですよ。榊原よりも。なんでタクマなのかちょっとわかんないですけど、タクマは、なんですか、もう、多分なんか死刑、死にたくて、まあ、日本の死刑制度を利用するために、まあ、人を殺したじゃないですか。自分で死ねないから。で、過去に、通り魔をする前に悪いこといっぱいしたっていうのも分かってます？いや、もう言いたいこと全部分かった。お前その考え方幸せになれないよ。で、まだ取り戻せるよ。取り戻せるとは？いや、でも、俺はね、多分、たくまのやったことはね、まあ、こんなこと言っちゃう。悪い。いや、まあ、だ反から感そこ買うとは思う。分かってる。そこは分かってるって、俺も持ってるものだから。でも、お前が生まれた理由っていうのはそこにないよって言ってんの、俺は。お前はそんなことするために生まれてきたわけじゃないよって言ってんの。いや、まあ、通りはしないと思いますけどね。え？通りはしないですけど。いや、するかしないかの問題じゃなくて、そこにシンパシー感じてる時点で、お前は幸せになれないよっつってんの。シンパシーは、感じるぐらいなら別にいいと俺思うんですけどね。逆に人間っていうのはちょっとイカれてるぐらいがちょうどいいって言うんですよ。逆に真面目すぎたから俺は昔、真面目で内気すぎたから舐められてて馬鹿にされて、虐げられたんだろっていうのは、ちょっと思ってたんですよね。ただでも子供の頃からちょっとおかしいとこありました。これは子供の頃は、
まあ、学校の鉛筆で人の足刺したりとか、うん、まあ、彫刻刀で刺したりとか、うん、ハサミやカッターナイフ常に持ってたりとかはしてました。うんうんうん、だから授業で使うじゃないですか、うん、あの彫刻刀削るやつ、なんか木なんか、うんうん、あれで刺したりとかはしてました、ね、うんうんうん、子供の頃から、うん、だからなんかその殴る蹴るとかでも俺格闘技スポーツ習ってなかったから、うん、もし習ったらまあ普通に素手や男らしくやったかもしれないですけど、うん、まあ習ってなかったから人を刺すこととかばっかりしてましたね。あとなんか爪をなんか尖らしてなんか引っかいて、うん、爪を三角になんか尖らして、うん、わかります、うん、両サイドを切って、うん、で真ん中にこう三角に尖らして全部の爪をね、なんか電波おかしいな。今大丈夫ですよ。ごめんごめん。その全部の爪を、うん、三角にしたり、で、引っかいたり、普通に引っかくよりも、尖らした方が、ね、傷つけやすいじゃないですか。まあ、その後先生に怒られたんですけど。うん。とかしません、ね。でも俺、ちょっとあんまりちょっと、あとはその、まあ、俺のことを、まあ、学校で当時いじめになったことがあったんですけど。お前はさ、俺の放送好きだって言ってヘビーに見てるけど、何のシンパシーを感じてるの？俺に対して。俺に何を求めてんの？闇。うん、わかる。闇かな。うん。闇を感じたから見てるっていうのは、だからそれは依存。うん。いや、だからメンヘラ集まってくるのはわかるんだけど、はい、いや、そうだろうなと思うけど、俺はそこ戦ってるのね。光になりたくて。はい。そう。で、そっち側の話されても、響かないよ、俺は。響かなくていいんですよ。だからごく普通の温かい家庭で育ってて格闘技とか運動とかに恵まれていたら、うん、また多分普通に多分サラリーマンとかやってたんでしょうね、きっと。まあ公務員とかね、うん、きっとね、うん、そうだろうね。しかも施設のやつっていうのは、うん、公務員誰もいないんですよ。まあいないだろうね。かといって芸能人になったやつとかいないだろうね、プロ野球、プロになったやつかっていうのは、まあうん、めっちゃ稀でいるかもしれないけど、ほぼゼロなんで。わかる。ほぼ就職みたいな。夢を追えないですか？ただだらだら生きて大人になるだけみたいな。うん。かといって、うん、ネット知識、パソコンも携帯も持ってなかったから、うん、ネット知識俺得るのすごい遅かったんで、だから周りの人間よりも情報がなかったんですよ。うん。テレビも見れなかったしね。うん、わかる。だから分かんないこととかあったら、あのスマホとか、まあ、スマ、まあ今、昔だったらガラケーとかで、うん、まあ、パソコンとかで調べるじゃないですか。うん。でも俺はそれなんか、何も無知だったんですよ、その一番に。うん。だから、うん、みんながこれが、みんなが知らないことを知ってる、知ってるとか知ったかぶりしてたんですよ、ずっと。うん。いじめられるの嫌だから。うん。うん。うん、いや、分かるよ。いや、だから、俺は全面的にお前の言ってることは分かる。あのね、言いたいことじゃ言わせて。あの、お前が言ってることは全面的に理解できるし、お前の気持ちは 100% 汲み取れる。お前の気持ちは分かる。ただ、お前の考えは肯定できない。まあ、肯定はできないでしょうね、きっと。うん、共感もできない。気持ちは分かるよ。言いたいことも分かる。感じてることも 100% 分かる。でも、その先にお前が行こうとしてたり、やろうとしてることに関しては、全面的に、否定する。いや、俺別になんか悪いことしようとしてるわけじゃないですよ。わかるよ、わかるよ。ただ、うん、なんだろう。満たされてるんですよ、人生を。わかるよ、わかるよ。だから、かあの、なんでもやってるんですよ。やれることを。うん、やればいいよ。だから、その、なんていうかな。うん。まあ、叩きとかやろうかなとか思ったことありますよ、ぶっちゃけ。叩き？叩き。ワドさんもあるでしょ、叩き。何叩きって。あ、強盗。あ、ないないない。強盗なんかできるわけないじゃん。そんな勇気ないよ。ツッコミとか。ツッコミとか。ないない。ツッコミって何？あー、レイプ。あ、いやいや、俺レイプなんかしたことないよ。あ、レイプ。いや、つか、いや、思ったことないっすか？考えたことあるでしょ。ない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 。頭の中に、うん。思い浮かんだことあるでし
ない、一回もない。こいつおかしいやりたいみたいな。ない。いやだ、強盗は叩きって言うんですよ。へえ。あの、どこだ、どこだ、どこだ、留置所で学びましたね。ないね。ない。ない。いや、思うぐらいはあるでしょ。ないって。本当に？もう本当にないよ。一回も思わないですか？ない。はあ。なんていうかその、珍しいっす。いや、普通の人っていう言い方変だけど、なんだろう、ある願望の人はいるのはわかるけど、そういうのがね。だけど、はい、多くの人はないと思うよ。思うくらいあるでしょ。いや、ないと思うよ。9割ぐらいの人は。だからセフィの、ちょっと気をつけた方がいいところって、自分が持ってる願望とかを、周りの人も 100% 持ってるんだっていう前提で話してるのが良くないんだって。これ別にセフィがそういう願望を持ったことがあるっていうのは否定しないよ。セフィの生き方だから。だけれども、他の人も持ってるんだって思うのはやばいしそうだよ。それは考え方変えた方がいいよ。ってこと、俺はちょっと、何？人とは違うの？そう、マイノリティ側。少数派ね。でも俺普通に今働いてますよ。いや、普通に働いてるかどうかはまた別問題よ。人格形成の話だから。そうか、ある。でも、たぶん、ぶっちゃけ俺は加藤タイプだと思うんですよね。うん、わかるよ。その、いい人間を演じてるみたいな。うん、わかる。だって結構俺、子供の頃殺人未遂みたいなこといっぱいしてますもん。うん。例えばね。うん。まあ、レンガじゃないわ。瓦礫、なんだろう、石、10キロぐらいある石を、上から、まあ、その、高いとこから投げて、うん、当てようとしたりとか。まあ、多分頭当たったら普通に死んでたみたいな。うん。レンガじゃないな。なんだあれ。うん。ていうか、お前、そのまま見たら本当いつかやるよ。抑えきれなくなるよ、その欲望。その欲望。うん。話聞いてる限り。発散しないとね。だから飛び出しんち。その発散が飛び出しんちとかだけど、飛び出しんち飽きたりとか、他になんかあったら、お前多分いつかやると思うよ。話聞いてると。いや、さすがにそれやんないですよ。まあ、それは格闘技とかやってね、ストレス発散とかしたらね。いや、それはでもしょうがないよ、それは。でも、直そうと思って直せるもんじゃないから。まあね。いや、俺は直せると思ってるから。直すっていうの、いや、いや、直そうっていうか、直すっていうよりもね、俺は人は変われるっていう派だから。人はいつでも変われるんだよ。それが俺の考え。俺も努力はしたんですよ。幸福の科学に入ったりとか、宗教に入ったりとか。いや、ちょっと聞いて。努力をしたんじゃないのよ。はい、正しい努力をしないといけないの。正しい行動なのね。例えば、痩せたいって言って、ケーキ美味しいって言ってる女の子とかいっぱいいるじゃん。それで私頑張ってるのにって言って、痩せるわけないでしょっていう話よ。だ、幸福の科学に入って努力したって言って、幸福の科学に入って変われるわけないじゃん。いや、なんだ。なんだ。何かしらやってるんですよ、動いて。いや、わかるよ。何かあるかもしれない。もがいてるのはわかるけど、そこはやっぱ慎重にやらないとダメだと思うよ。考えて。要はね、本物の出会いだよ。本物の出会いは人生根本から変えるから。まだ出会ってないんでしょ。でもその場合ったら死ぬぞ、お前。死ぬ？俺が？うん。自殺をするってこと？いや、自殺をするか、まあ、なんかやるんじゃないの。そのまま行ったら。俺は止めるけど。さすがにそれはないと思うんですけどね。わかんないけど。人を殺めたりとか。俺はでもね、悪人以外にはそういうことしないと思いますけどね。いや、だから悪人がいたらやるって言ってんのでイコールだから。それを言ってんだよ。お前が許せない悪が出たら、いや、ガソリンで焼き殺すタイプだっつってんの。いや、それはでも仕方なくないですか？だって。だから仕方ない。ほら、やるんだよ、だから。悪は滅殺しないといけない。だから、お前、秘密読んだことある？え？秘密っていう本。
で、わかんないです。秘密っていう漫画4冊出てるから、漫画。お前読んでごらん。多分共感するから。多分。秘密って本ですか？秘密っていう漫画。お前の話だよ、あれ。いや、それはでもね、なんていうのかな。まあ、もがいてもがいて、うん。まあ、仕方ないことも世の中にあったりはするんですよ、このさ。わかるわかる。俺もそういう時期あった。でも俺は戦ったよ。いや、でもね。うん。でも。悪人を裁いて何が悪いと思わないですか？悪人を裁くのはお前じゃないよ。お前の仕事ではない。だから、悪人を裁くのには資格がいるの。なんか悪なんていうの？悪即残っていうの？悪即残やわ。だから、いい、善人には善人。だから俺なんで、鏡のような人間なんですよ。悪には悪を、善には善意を。うん。だから悪人、学校にね、めっちゃ悪いやついたんですよ。嫌なやつ。うんうん、で、そいつの、全部の教科書全部捨ててやったりとか、まあ、靴、うん、片方だけ捨ててやってる。俺、そういう結構、うん、そういう、なんていうの、なんかその、陰湿のことやっするタイプなんですよ。うん。まあ、その、よっさんに手紙送った時点で分かると思うんですけど。いや、俺知らない、それ。あ、知らない、それ。うん。まあ、そういうこといろいろあって。うん。いいことをばらまいたらいいことが返ってくるよ。そう、巡り回って、ね、そう、ゆっくりだけど。巡り回って、ね、いいことやりな。そうそうそう、本当に。いや、それはね、簡単に言いますけど難しいですよ。難しいよ。いい人間になるっていうのは、いいことを受けた人間だ。例えば嫌なことばかり。いや、俺はいい人間になれなんて言ってなくて、誰か幸せにすることやれっつってんの。不幸な人間減らすんじゃなくて、ね、悪い人間に裁き与えるんじゃなくて、お前がいいことを配る人間になった方がお前は幸せになれるよっつってんの。いや、でも悪い人間も片っ端から見直しにすることってすごいいいことじゃないですか。それは社会貢献。それは悪いことなの？いや、でもね、社会貢献だと俺は思うんですけどね。だからお前が思ってるだけなんだって。悪いやつを滅ぼすっていうのは。無理だよ。で、その滅ぼすと、ね、その悪いこと、嫌なことされる人間が、まあ、報われるでしょ。それはお前は報われないっつってんの。俺はお前のことが心配で、お前が幸せになってくれればそれでいいの。いつも言ってるけど。俺は自分の周りの人間が不幸になるんじゃなくて、幸せになってほしいの。石像は和道を悪い人間とは認識できないか。いや、すみません。それはノーコメントでお願いします。いや、いいよ。ノーコメントじゃなくていいよ。言いたいこと言いなよ。いや、だから、なんて言うの？言えよ。別に何とも思わないですね。悪人かどうかすら知らない。うん、はいはい。いや、過去を知らないから。うん。和道さんの過去を俺別に知らないから。なんとも言えないですよ。うん。そう、だから、相手のことをよくも知りもしないって適当なことは言えないでしょ。うん。だから、何も思わない。うん、はいはい。はい、はい。ただ、はい。はい。でもね。うん。いや、俺が興味あるのかは、お前の周りにいる悪人なんてどうでもいいのよ。俺には関係ないから。お前が幸せかどうかだけ、今日、関心はあるのね。で、できれば関わる人には幸せになってほしいの。わかる？その理屈は。わかります。はい。うん。で、お前が損失を持ってる限り、お前は苦しみ続けるだけだよ。そんなことよりも、お前が、なんつうの、生き生きと楽しく生きてる方が、ここにいる人たちは幸せになれるよ。ほう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 。うん。お前自身も。でも俺、精神分裂なんですよ。うん。わかります？わかる。例
えば FX をやりながら、ジャンプを見て、うん、ジャンプを見ながら、コラボを見て、コラボを見ながら、YouTube を見て、YouTube を見ながら、あの DVD、今日、あの、サメの DVD を見たりするんですよ。うん。それが悪い癖なんですよね。うん。常に頭の中が脳細胞がコロコロ変わるんですよ、これ。うん。いいんじゃない？いや、それ良くないですよ。じゃあ、帰れば。いや、帰れ、その病気なんですよ。幸い、その数字だけが強かったから。まあ、投資とかは向いてたんですけど。うん。変える気がないってこと？じゃあ変わらないよ。変える気がないっていうか、どう変えたらいいのか。変わるよ。どう変えればいいのかわからない。俺はずっと変える気がないやつが変われるわけないじゃん。違う。それは違う。思考停止教育を受けてきたから、自分の頭で考えるからできないのよ。じゃあ今から考えればいいじゃん。それがなかなかできないのよ。やらないだけでしょ。できない。やらないだけじゃない。やればいいじゃん。たった今から。俺だって体張ったでしょ？いろいろと、おちんちん出したりとか。知らない。バット持って襲撃いたりとか。知らない。知らない。うん。あ、そう、わざとね。だから、うん、俺の悪いとこってのは、うん、人のこと気にしすぎ症候群なんですよ。そこはわざとさんと逆。そう、俺は人のこと関心が全くないから、関わる人だけ、自分だけ。うん、だから自分のことに時間を圧倒的に使ってるだからこそ、そうそうそう。伸びしろも早いんですよ。逆に俺は人のことばっかり気にしてるからこそ、自分の伸びしろが遅いんですよ。セフィー、じゃあ分かった。セフィーが分かる言葉で言うね。はい。誰もお前のこと助けてくんないよ。いや、だから自分の力でもがいてるんですよ。うん、じゃあお前を助けることができるのはお前だけ。猫にだけ優しいセフィー。セヒゾーじゃん。セヒゾーは自分が本来憎いか悪人に人生相談してるかもしれないと思わないか。いや、だから、いや、わかんない、それは。はい。だから、その、なんていうのかな。悪人を滅殺したいんですよ。俺もね、だから、じゃあ、だからね、結局ね、お前はね、自分の中の許せない部分戦ってるだけ。自分と向き合ってない。自分から逃げてる。自分から俺は逃げてる。そう。例えば？トラウマと戦ってるだけ。カルマと戦ってるだけ。お前は。一番の敵は俺ってこと？幼少期に受けた仮想敵と戦ってるだけ。お前は自分と向き合ってない。一番の敵は俺ってこと？うん。お前の中にある何か。それは話を聞いてみて、だからこの前ね、飛び出しんちの話、わかんないわかんない、金なんすよ、わかんないわかんない。でも、その、性的虐待を受けてたっていうこととか、だんだんつながってきて、あ、わかるになったわけじゃん。あ、お前は、要は、その、ブスにフェラチオされたとか、セックス、要はレイプだよね。レイプされたことを払拭したくて飛び出しんち通ってるって言われたら理解できるのよ。でも、そこに飛び出しんちに通ったとしても、お前が満たされてると思ってるけど、お前は満たされたんじゃなくて、過去を忘れることで、なんつうの、自分を取り戻した気になってるだけなの。でも、本当は誰かに愛されたいし、本当は、可愛いとか可愛くないとか、ブスとかじゃなくて、本当にお前のことを愛してくれる女性と出会いたいの、お前は。お前のことを心底リスペクトしてくれて、そばにいてくれる人を欲しいの、お前は。なるほど、ね、そこから逃げてるの。飛び出しんちに通うことで。逃げてるんだよ。逃げてるの。いや、逃げてるわけやる。単にそのセックスがしたいから言ってるだけだって。だからそのセックスがしたい根源っていうのは、だから結局、汚いババアにいじくり回されたコンプレックスから来るんだっつってんのよ。はい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 。うん。だから逃げてん。その過去の嫌だった頃の自分から逃げてるの。はいはいはい、はい。逃げてるっていうのは戦いから逃げてるっていうわけじゃないよ。その心の深層心理で、現実逃避をしたいのよ。だからそれは悪く言ってるわけじゃなくて、現実の問題として言ってんの。だから、なんだろう。過去に起こったこと、じゃあね、俺がいつも言ってることなんだけど、他人と過去は変えられないんだよ。
はいはいはい。セーフィー。そう。お前がどんだけ自分の過去を辛かったり、辛いと思うよ。苦しかったと思うよ。助けてほしかったと思うよ。だけどね。だけれども、過去は変えられないんだって。でも、お前が変わったら過去の解釈は変わるんだって。要するに、俺が変われば。そう。周りの人間も変わると。いや、変わらない。周りの人間には影響を及ぼすことしかできないの。あ、周りの人間変わらないんだ。周りの人間は変わらない。お前だけだ。他人と過去は変えられない。捕まった時、刑事、増田刑事っていう人に言われまして、お前は変わらないと周りも変わらないって。いや、周りは変わらない。そいつは嘘つか。そう、結構、年配の、ベテランそうな刑事に言われたんですけど。いやいや、変わらない。周りは変わらない。本当ですか？その人、うん、俺、その、飛鳥学院っていう、俺の、その、犯罪を犯した施設に、わざわざなんか、行ってくれ、その時たまたま持ち、その施設で、うん、持ちつき大会してたんですけど、うん。それを見学しに行ったり、施設の様子を見に、視察してくれたり、本当結構いい人だったんですよ。うん。うん。チームになってお話をしてくれたね。うん、うん。で、本当は20日交流だけど、うん、まあ、3日間だけ早く出してくれたりとか。うん。あとなんかその、あったんですよ。なんか西村京太郎の方になんか鼻くそがついたりとか、そういう話をしたりとかね。うん。っていう話をしたんですよ。うん。まあでもいい人だった。でもその人が、うん。お前はいろいろあるかもしれんけど、お前がそういう人になったのは、うん。まあ確かに周りの人間も悪いかもしれないけど、うん。でもお前が自身が変わらないと周りも一生変わらないぞって。いや、周りは変わらないって。ええー、変わらないよ。例えば俺が強くなれば周りに舐められない。でも強くならなければ周りに舐められる。いやいやいや、でもそれ俺が変われば周りは変わる。いやいや、戦うことから離れろよ、もう。違うのそれ。いや、戦いからは何も生まれないよ。戦いから何も生まれないですか？生まれないよ。誰かが傷つくだけだよ。なるほどね。でもね。いや、もういい加減もうあれなんじゃないの？もう29なんだから自分のこと許してあげれば。もう。いや、それは自分のこと許すんじゃな。いや、自分のことは、なんだろう。石像に何言って無駄。無駄かどうかは俺が決めるよ。いや、満喫に言われたんですけど。いや、俺が決めるよ。いや、その、どうだろうな、その、なんて言えばいいのかな。うん。俺はね、人は簡単に変われないと思いますよ。変われないよ。簡単には変われない。でも、変われないって言ってる人間には変えられないだけなんだって。お前は変われるっつうの。俺が言ってんだから。いや、俺は多分変わらないと思いますよ。お前が変わらないって言ってる時点で変わらないよ。お前が変えられるっていう時点で変われるんだって、少しずつ。俺は多分人間には優しくなれないですよ。多分動物、犬とか猫とか。うん。動物、人間以外の動物にしか優しくできないと思いますよ。きっと。人間はあんま好きじゃないんですよ。俺も嫌いだよ。でもね、自分のことを大事にできないやつ、他人を大事にする資格はないよ。俺はそう思うけど。ほう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 。うん。自分のことも満たせないやつが他人のことを満たせるわけないから。まあ、性欲は、まあ満たす、まあ満たせてないか。まだまだまだ。いや、性欲なんて、結局、あれじゃん、次の女、次の女、次の女って満たされてないじゃん。満たされたってことは卒業するわけだから。お前はだからずーっと風俗に通い続けんだよ。いや、飛び出しんじゃ風俗じゃない。料亭だよ。たまたま出会ってお互い好きになっちゃっただけだよ。風俗じゃないから。その女の子たちも金稼いでるけど満たされないでボロボロになっていくだけだよ。負のスパイラルさ。お前の性欲は満たされるかもしれないけど、女の子たちは、
まあ、借金が全然満たされないで。借金が暴力団とか、まあ、いるんでしょうね、きっと。うん。たまでのとこも。どんどん不幸になっていくだけだ。たまでのとこも暴力団でしたもんね。うん。俺まだ28歳ですよ。28か。いや、でも人はでもね、幸せになれる人間っていうのは、多分人生で、まあ、日本だと、まあ、1割しかいないと思います。うん。ほとんどの人がね。俺いつか革命を起こそうと思ってるんですよね。うん。どうやって？あの、それはちょっと今言えないですけど、俺手紙よく送ってたじゃないですか。うん、手紙誰に？よっさんに。あ、それ知らないか。その手紙を使った方法で、まあ、革命を起こそうと思ってるんですよ。まあ、もちろん、逮捕覚悟でね。うん。安倍晋三を引きずる落とすために。うん。だって安倍総理になってから確実に生活は、まあ、しんどくなってるでしょ？うん、まあね。でしょ？で、うん、安倍総理が決めたことなんだろう。もうご利用しだってでしょ。国民がこうしたいとかじゃなくて。うん。まあね。安倍総理が決めたからこうなりました。うん。ご利用しです。でも、うん、なんだ、支持率が下がってます。うん、でも総理は変わりません。うん。まあね。おかしいでしょ。まあおかしいね。うん、やりたい放題じゃん。うん、やりたい放題。その場合には他の政治家たちもなんか愛人がいたりとか、うん。不正したりとか、うん。いっぱいやってでしょ。うん。だから日本じゃビビりだから、うん、タイみたいになんかその、軍人がテロを起こしたりしないですよ。政治家限定の、だから政治家限定のテロを起こしたりしないですよ。日本人ビビりだから。うん。だから俺がその代わりの、で、誰もやらないでしょ。みんなずっと。もうだから政治がやりたい放題じゃん。うん。引きずり下ろすんじゃなくて、お前が政治家になって論を述べてこういう。だからそれだと時間がかかりすぎるんだよ。うん。お前は幸せになれないよ。その考えは。いいんだよ。俺は、あのね、なんだろう、うん。人生の誰かのためになるんであれば、うん、自分自身が手榴弾でいいんですよ。いや、お前みたいな人間が増えるだけ。いや、ない。俺思ったんですよ。全国の警察、全国の政治家、あらゆる企業、弁護士、市役所、うん、あと天皇陛下とかに手紙を送ると。うんあと、インターネット、SNS とかっていう、まあ、内容はちょっと言えないですけど。うん。で、逮捕された瞬間に言うんですよ、マスコミに、テレビに。まあ、もちろんマスコミに送りますけど。うん。逮捕されて、うん。昔、Yahoo チャット万歳とかなんか、叫んだやつ知ってます？うん。知らないの？知ってる。それと同じように、うん。これ、部長山田の言葉を借りるんですけど、うん、繋げていこうって言葉をテレビに向かって叫ぶ。うん。だからそのね、安倍総理、だからその、日本はやっぱテロ、政治家限定のテロを起こさない限り、本当の意味でいい国にならない。うん。そこは同意。誰かがやらなきゃダメだと思う。ダメ。犯罪なの？ね、誰かがやらなきゃダメなんじゃなくて、ね、お前はね、まずね、自分のことを考えた方がいいと思う。本気で。周りの人にいる人すら傷つけることしかできないお前に何をつくの？お前ウサギバンジとパコってのお前は。すいません。いや、本当にそうだよ。そうそうそう。誰か、一人の人を幸せにできたり、自分のことを幸せにすることを考えた方がいいよ。その方がよっぽど、お前が天皇陛下とか、安倍とか、ね、政治家とか、なんかテロを起こしたところで誰も幸せにならないから。いやーでも誰かがやらない。バカなやつがいたなって言ってニュースで笑い物にされて終わるんだよ。それよりもお前はね、生まれてたった一人の人の人生を幸せにしたりとかするだけでお前の人生は変わるんだっつうの。いやーバカなやつがいた。国民の意識改革にはなると思うんですか？ならないよ。意識いや、俺は多分その。三島由紀夫があんだけのことやって、できてるのがこの世の中だから。変わらないよ。俺は多分、でもまたもっと効率よくやると思いますよ。
いろ、思いつく、自分の頭で思いつく限りの方法を全部使ってね。まあまあ、分かったよ。お前が変わる気がないっていうのと、お前が人のせいにして、八つ当たりする人間だっていうのはよく分かったよ。八つ当たりはしないです。八つ当たりでしょ。国家なんて関係ないもん、お前の不幸せと。お前は自分のことから逃げて国家のせいにしてるだけだよ。いや、違う。国家、いや、だから国家のせいで人生がダメとか言うわけじゃなくて、人の役に立ちたいためにテロを起こすってことだ。だから、それが迷惑だっつってんの。迷惑じゃない。誰かがやらないから、誰がやるしかないってこと。誰もやらないから。英雄になれば満たされるでしょ、自分の心は。浅いな。浅くない。俺が言ってるのは、これは希望、希望、希望なんです。未来。やるだけやってダメならもうそれで俺はいいよ、人生は。いい鉄砲玉になっちゃうよね。その時はもうその時ですよ。まあ俺はお前がニコニコ楽しそうに毎日してたりとか、やりがいがあること見つけたりとか、恋人ができたりとか、幸せに生きてる方がよっぽど尊いと思うけどな。俺は少なくともその方が嬉しいし。金がいるんですよ、金が。金がないとそれができない。お金なくてもできるよ。俺のんちゃんと貧乏だけど、楽しく生活してるよ。のんちゃんとクックドゥで作ったなんか中華料理、自炊で2人でニコニコ笑って泣いて食べたけど、美味しいねっつって。ああ、まずちょっと話、じゃ結構軽い話変わりますけど、いいですか。いいよ、いいよ、全然いいよ。時間大丈夫ですか。はい、いいよ。なんで土方嫌いなんですか。土方嫌いなの、だから嫌いなものに理由ってあんまないと思うんだけどな。嫌いなんだよね。ドキュンは嫌いってこと。うん、ドキュンも嫌いだけど、ドカタ、まあドカタ嫌いだね。ドカタの人らが何したのかなってずっと思ってただけなんですけど、ちょっと。いや、なんで嫌いなのかなと。話だいぶ合わない。合わない。合わないんだよね、フィーリングが。ドカタが何したのって。何にもしてないっていう。いや、でもドカタの人たちってなんか、荒っぽいような人が多いですよね。まあそういうイメージはある。そうそうです。うらみたいな、やれみたいな。普通にいますもんね、うん、現場で。うらこらみたいな。なんかまあ、でもそれ人間としての対応じゃないと思ってるから、俺はそれは。まあ、飛びとかね。なんかその、ドキューンの延長線みたいな、うん。ドキューンでしょ。ドキューンそのものだと思ってるけど。まあ、ハロウィンやってる、で暴れたやつもなんか土方だったらしいですかね。建築作業員とか、ね、土木作業員とかね。うん。まあ別に土方が悪いわけじゃないんで、もう土方も素晴らしい仕事だと思うんですけど、ただ、土方やってらっしゃって、犯罪歴多いです、多すぎみたいな。そういうイメージある。うん。うん。きつい仕事ですけど。まあ、多分一生やらないと思うけど、俺は。うん。ただ、俺は土方はやったことないですけど、佐川物流業界でちょっと働いたことありますよ。うん。和道さんもあるでしょ。佐川はないかな。あ、でも、ピッキングとかでしょ、物流。走行作業でしょ、ピッキングと、あと、ある、全然あるよ。全然ある、全然ある。死ぬほどきつかった。うん。あれは。うん。基本的に俺、ヘルメット被るの嫌なんで。ああ。へっす！むちゃくちゃ嫌でしたね。なんか、番号ごとに荷物を仕分けていくやつ。めっちゃ嫌だったんですよ、あれ、本当に。しかも時給が安くて。うん。俺、ちょっと派遣のこととかよく知らなかったんですけど。うん、うん。なんか源泉なんとかっていうの引かれて、源泉徴収だけなんか全部引かれて、うん、結局最低賃料に引くみたいな。どうされてる。うん。うん、あれは保険料とかは払ってるからね。そうそうそう。無知すぎて知らなかったんですけど。うん。で、思ったんですよ。派遣って、うん。まあ、情弱を、なんだろう。食うためだけに作られた会社なんだなって俺は思ってます。そうだよ。
人売り商売、人買い商売だから。そう。だからえげつないほど、なんか、例えば時給1500円とか、派遣を通すと時給が、まあ、1200円とかね。うん、例えば、その、成田は800円とかのね、時給。はい、平均がね。だけど、俺がやってた、社員でやってたとこは1000円払うの、取っ払いで。はい。1000円。だけど、契約は1250円とか1500円で契約してくんのよ、営業マンが。はい。だから、1時間、誰、200人ぐらい派遣するんだけど、200人が働いた分、働けば働くほど、1時間250円、本社に入ってくるの。はい。それが派遣。だから俺思うんですけど、派遣で、まあ、例えば若い人ならまだしも、おっさんで派遣で働いてるってすげえバカだと思ってますよ。あんだけなんかピンハネするか、なんか堀物の話で言ってダメだな。まあ、ピンハネだよ。うん、そう、ただの。えげつないなと思ってよ。えぐいよ。だけど、日本って世界で一番派遣が多いんだよ。パート、アルバイト、派遣が。そうですね。うん。あ、ゾゾタウンのとこも派遣らしいですよ。あ、そうなんだ。っていうか、ゾゾタウンだけじゃなくて、日本中派遣だらけだよ。いや、ゾゾタウンは、一般企業の約2倍派遣が多いらしいんですよ。あ、そうなんだ。だから、うん。まあ、富もともと売り上げとか、まあ、株式とか上場とかで、まあ、そういうのあるんですけど、うん。従業員の賃金があまりにも低すぎて、時給1000円ですよ、派遣。うん。いや、だって、千葉で時給1000円は相当いい方だよ。あれ、幕張の会社だから。はいはいはい。うん。ベンチャーの頃から有名だったよ。それは、ま、1000円はちょっと舐めすぎじゃないですか。俺だって嫌ですよ。俺昔ナンバー秘密クラブで働いてる時、時給1500円でしょ。へぇ。大阪のね。うん。で、フロントスタッフは1600円とかでしょ、時給は。うん。うん。嫌なとこに勤めたらいいだけだろう。人のことなんて、そんな気にならんだ。満喫はなんだよ、お前。ま、あ、満喫をこっちのアカウントでフォローしといて。あ、すいません、すいません。じゃあ、俺変わるよ、じゃあ。変わる？いや、変わった方が幸せになれると思うよ、俺。じゃあ、もう整形するよ。それでいいでしょ？うん。うん。じゃあ、まず顔から変えるよ。で、努力するよ。ハゲも直すよ。顔変わっても幸せになれないよ。性格も勉強するよ。その悪口やめるよ。じゃあ悪口やめた方がいいと思うよ。本当に。頑張ってるやつに、力ある人は、力貸してくれるからね。なんでかっていうと、力ある人ってもともと頑張ってる人だから腐らないで。腐らないでひたむきに何かを続けなよ。絶対助けてくれるよ。本当ですか？見てるよ。でも、窓さんにね。うん。風船投げまくっておちょくったことは覚えてます？ハンバーグ。覚えてるよ。覚えてます？覚えてるよ。バーガーを一個ずつ細かく投げて。うん。お礼を求めた。配信覚えてます？ん？バーガーを。覚えてる。覚えてるよ、一個一個投げてんの。悪口は言わない？でも言って、和田さん言ってるじゃん、悪口たまに。俺悪口は言ってるつもりないけどな。俺本人に言えることしか言ってないもん。うん、放送で言ってることは本人に言えることだもん。うん、思ったことを言うのと悪口は違うよ。なるほどね。うん。じゃあ今の人生はワドさんって幸せですかじゃあ。納得は言ってないけど100点かな。ベストを尽くしてきたつもり。へっぽこだけど。まあでも働かなくていいですもんね。それはそれで。いや、働くか働かないかの問題は、あんまりそこの加点ポイントにあんま関係してないかな。楽しいよ。やりたいことができるっていうのは。
なるほどね。うん。何でもなれるよ。失うもんあるんですか？ないよ。ない？こだわりがないから。失うものがないか。何もないよ。うん、こだわってるものないもん。はい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 。うん。やれることを毎日頑張ってやってるだけだから。ほう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 。うん。こうなりたかったっていう自分はありますか？今の自分。中学2年生ぐらいの時の理想の自分は手に入れた。本当ですか？俺もう過去に戻れるんだったら、過去に戻れるんだったら、なんかスポーツめっちゃ頑張り、勉強とスポーツめっちゃ頑張りたいなと思いますけど。じゃあ今やればいいじゃん。今やるべきことだよ、それが。俺毎日勉強してるよ。毎日運動も一生懸命やってるよ。運動はしてますよ。勉強はね、うん。したところでその先のあれがない。なんかその目標が、やりたいことが。そんなことないよ。勉強っていうのはさ、何かのためにやることじゃなくて、自分を磨くためにやることだから。まあ一応本とか読んでないし。していくものだから。だからそれ勉強だよ。ホリエモンの本いっぱいありますよ。そういう本。うん。ちょっとね、柏木ね、病気っていうけど、発達障害は治る病気じゃないんだよ。向き合う病気なのね。あの治る風邪とかってさ、そういうものと違うからさ、あのセフィは自分と向き合うしかない。治るもんじゃないから。いいところと悪いところがあるから、人間だから。だから治すっていう言い方やめてあげて。そう、うん、ADHD と ASD だろ。うん、いやでもね、難しいぞ、人なんてもん、人間なんてもんは。うん。簡単だよ。簡単？うん。じゃあせめて人に迷惑かけないようにしろ。お前が言うな、きつい。いいんだよ、迷惑かけて。ADHD ってやっぱ理解する。こうやってまともな人にも連れてくる。ADHD と ASD ダブルですかね、俺。うん。いや、俺もそうだ。ダブルはきついよ。うん、ダブルは社会で生きていくのきつい、マジで。うんうん、飲食店、昔、スシローの正社員だったんですけど、うん、全然ダメでしたもん。俺、まず大声出せないから、うん、いらっしゃいませっていう。うん、で、大声指示出せないから、俺、うん。これやってくださいとか、目上の人間に、18歳のクソ、18歳のクソガキがいきなり正社員に、目上の人間、大先輩に命令するの無理だろ。うん、で、今は、その、うん。なんだろう、接客関係じゃない仕事、うん、をやってるみたいな。もうさ、接客は無理だみたいな。切れるからみたいな、うんうん。わざわざ迷惑かけるように行動することがいいことだな。きつ、お前人、お前人のこと言えねえだろ。うん。迷惑かけていいんだよ。俺はいいと思いますよ。うん。むしろ真面目に生きすぎる人間の方が俺はダメだと思ってます。俺、昔の俺がそうだった。人生はね、もっと好きに生きていいと俺思ってますけど、ね、いや、好きに生きていいんだよ。でしょ？そうでしょ？うん、そうだよ。一回だから。ちょっとまず上がらせてもらえないですか？いや、吉代さんが上がるなら僕落ちますよ、今日。なんで？なんで？でも長いでしょ、今日。もう落ちる。いや、いいよ、任せるけど。吉代と話せば。吉代が話したいことあるんじゃないの？俺は特に用ないですけど、この人に。ああ。吉代はあるんじゃないの？吉
聞いてみれば。きつおさんとですか。なんか新しい発見があるかもよ。いや、ないですよ、この人とは。うん、俺、だって、岩田の配信者って認めてないですもん。うんうんうん。こういうのなんだけど。うん。配信者ではないと思ってますか。うん。俺も配信者でもないよ、別に。普通のおっさんだよ、ただ。あ、聞こえますか？聞こえるよ、俺は。あ、バッツさん、すいません、こんばんです。すいません、ね、ちょっと急に話してもらって、あの、セフィゾーに言いたいことがあるというか、ちょっと和藤さんに言いたいことがあるんですけど。俺、はい、いいよ。あの、先ほど、まあ、あの、一人迷惑かけてもいいんだよって、まあ、言われましたけど、まあ、なんとなくニュアンスではわかるんですよ、うん、まあ、誰しも多分ね、うん、迷惑をかけて生きてるから。そう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 。でもそれをわざとその迷惑をかけるような行動をとって、うん、自分に何の不利益もない、何も生み出さない迷惑ってあるじゃないですか。うん、ね、それすらいい。俺はね、うん、俺は人の権利を侵害することは良くないと思ってるよ。じゃあ例えば人に意地悪をすることも、それは、うん、その人にとってはないといけないものってことですか。うんうん、人の権利を侵害するものはいけないと思ってる。あ、その悪さをする種類によってってことですか。そう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 。ああ、じゃあ全ての迷惑ってわけじゃないんですね。じゃあ迷惑はかけていいと思うよ。たとえどんなこと でもですか。うん、人の権利を侵害しなければ。ああ、なるほど。まあ、あのね、うん、じゃあ、あの、一つ、あの、セフィゾーが僕の枠に来たときに言った、うん、あのコメントで、うん、あの、まあ、僕そこで引っかかってるんですけど、ちょっと言いますよ。うん、あの、うん、まあ、僕、まあ、離婚してるんですけど、まあ、クズだから、うん、あと不倫をしてね。うん、あの、それで、あの、離婚したんですけど、うん、あの、まあ、娘がいるんですよ。うん、で、それを、まあ、僕自枠で言ってるから、あの、セフィゾーも聞いてて、うん、あの、うん、急にね、こいつが俺の枠に来て、お前の娘を、うん、あの、レイプした後に殺してやったよっていう、うん、まあ、その、まあ、冗談なんだけど、まあ、会ったことないだろうから。うん、まあ、それ俺言った？それ。いや、お前はもう黙れ。な、言ったよ。みんなが見てるから。うん、閲覧60ぐらいで見てるから、全員が。いや、違う違う違う。うん、いや、違う。レイプした後。お前は、お前喋っても意味ないから黙っときに、俺、ワードさんと喋ってるから。一部訂正。いや、訂正しなくてもいいよ。全部あるから、それ。残ってるから。違う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 。黙れ、お前は。お前、俺はレイプした後、汚かったです。お父さんみたいに優しくないから。な、黙っとけよ。俺は汚かったですって言ったんだよ。いや、お前はレイプして殺したって言ったんだぞ、俺の娘のことに。殺す価値ねえだろ、てめえの娘なんだよ。いや、だからお前は言ったんだよ。お前からしたら殺す価値もないかもしれないけど、お前言ったんだよ、俺に。な。それを俺、和藤さんに今問いたいんだけど、それもかけてもいい迷惑なんですか、例えば。うん、ね、実際に娘をレイプして殺したんだったら、まあ、誰かの権利を侵害したことになるからやってはいけないことだと思うのね。はい。うん。で、まあ、万吉王の気持ちと一緒だよ。万吉王からすると不快だよね。はい。うん。よくないことだと思うよ。よくないことってことは、じゃあしてはいけないことってことですか、じゃあ。それはそうでしょ。ね、じゃあ、先ほどの言ったことと違うでしょ。迷惑をかけてもいいんでしょ。だって、それ人権の侵害じゃないでしょ。ただ単にコメントの一つだから。本当に殺したわけでもないし、まあ、それは分かってるんですよ、僕は。うん、だけど、その、まあ、そういう煽りコメントでも、その煽りの中にも、
その限度ってものがあるでしょ。まあルールはないですけど。だから良くないことだと思うっつってんじゃん。でも和道さんは先ほどそのね、あの迷惑はかけてもいいんだよ。うん、誰かの権利を侵害しない限りはね。うん、そのコメントもあの先ほど俺が言ったやつね、セフィゾーが書いたやつ。別にまあ侵害はしてないですもんね、うん、別に、ね。そう。まあ、侵害なんでしょう。ただ単に人を嫌がらせるコメントの一つなんですよ。うん。うん、それ単に容量が悪いだけなんじゃないの、京さんの。容量が悪い、何？いやだって嫌ならそこをブロックすればいいだけの話じゃん。それで、はい、話終わりでいい。それでよくないですか。いや、ブロックの前にそのコメントも見えてしまってるじゃん。そのコメントする前にブロックしてるんであればいいよ。その要するに煽り体制が弱いから話が広がってるだけでしょ。いや、煽り体制ってその限度を超えてるから。限度を超えてるって普通の人は、はい、ブロックで終了で終わりなんですよ。いや、普通の人じゃないから、君が。病気だから、君は。頭の。まあ、いや、要するに、普通じゃないんだよ、君が。な、セフィゾー。お前は病気なんだよ。認めろ。そして気づけ。そして治す方向に持っていけ。な、お前、いくら俺も結構語ってきたよ、俺も。語っても意味がないと俺分かってるから、お前に。なんて、ごめん。早口すぎて分かんない。限度がある、限度を超えてるんだって、お前がやってることは。国の転覆とかね、はい、安倍内閣総理大臣を引き下ろすとか、その前にお前やることがあるだろう、お前。なあ。まず人に迷惑かけないことを心がけたら、そんな人が何ができるの、君が。ただ迷惑かけないのに。いや人はどっかで迷惑をかけるもんだよ。でそれは確かに、例えば自分の親、まあ、君は親がいないかもしれないけどね、自分が言ってたから、例えば親とか友達とか友人とか近所の人とかね、それならわかるよ。見ず知らずの人に君は例えば野田総理とかよっさんとかに変な手紙を送ったりとかしてるでしょ。いやだから野田総理には送ってないっつってんだろうが。じゃあよっさんでもいいよ。よっさんに送ったんでしょ、はい、はい。あれはじゃあどういう意味があったの、あれは。いやネタになるかなと思っただけ。どういうこと、ネタって。それは自分の配信者としての閲覧を上げたいがための行動ってこと。うん、まあそれもあったり、ちょっと面白そうだなと思って。面白い、はい、要するに、ね、なんだろう、ちっせえ細けいことにいちいちぐちぐち言い過ぎなんだよ。なんていうのその女かよみたいな、てめえ女かよっていう。どういうこと、どういうこと。いるじゃん、なんかそのめめしいの。よっさんがぐち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 めめしいこと言ってたの。だからやったってこと。違う。まあ、きつおさんがめめしいの。いや、じゃあ、今よっさんのことについて喋ってんだよ。なぜ手紙を送ったのか。きつおさんがめめしいってこと。いや、俺ネットで出会った人間の中で、ミュウツーぐらいの中、ミュウツーと匹敵するぐらいめめしい。うん、じゃあ、めめしいでもいいよ。じゃあ、よっさんになぜ送ったの。じゃあ、よっさんがめめしいの。まあ、話聞いてるぞさ。はい。ね、二人の話を冷静に大人として聞くけど、はい。全面的に、満喫王が悪いね。もういつもそれ、和道さん。いつもそれ。ねえ、いつもそれ。今日はダメですよ、今日は。いや、もう全面的に満喫王の器の小ささが出てるな。いや、小さい。確かに僕は小さい。器は小さいで、今ちょっと。満喫王さん、終わったことはもうどうでもくないですか。いや、お前が本当に安倍内閣総理大臣がどうのこうの言ってるから、その前にすることがあるだろうって思って俺は問いかけに来たんだ。安倍とてめえの話は関係ねえだろうが。お前も関係ねえ話してんだろ。関係あるだろ。お前もまずそんなことをする暇はないだろうって言ってんだよ。お前、特大ブームなんて言葉覚えてから、枠上がってこい。お前だよ。で、例えばじゃあね、土方がね、まあ、いや、もう、謝ろう。満喫は謝らない。はい、ごめんなさい。俺謝ります。ごめんなさい。いや、もう本当に恥ずかしい。これもあの、アイダさんの時と同じパターンだから。これいやいや、本当に恥ずかしいな。本当に。ごめんな。なんか、満喫王の代わりに謝る。セフィー、ごめんな。許してあげる。いや、そう、でも全然怒ることじゃないから、こんなもん。いや、もう、俺のせいでもあるから。満喫王がこんなんでごめんな。本当に。それは卑怯だわ、ちょっと、ワードさん。許してあげて。確かに俺は面白くできない。
確かに。ちょっと俺はガチな気持ちで上がってきてしまったから、人の枠にね。それはすいませんって思ってるけど、いやこういう人たち何言ってもダメなんだもん、ワドさん。本当に。いや、悪いとこ出てるよ。悪いとこ出てる、悪いとこ全部出てる、本当に。出てますね。なんか俺だけはすごい悪い風潮みたいな空気を作るのは良くない。いや、俺から言ったらお前は絶対悪だろう。で、俺は頭は悪いから、あの、言いくるめるの上手いでしょ、あなた。うまくない。俺が悪いみたいな空気作るの上手いでしょ。どこが上手くないよ。上手い。俺よりは頭いいでしょ、あなた。いや、君の方が賢いんじゃないの。君いつも言ってるじゃん。そういう空気を作るの上手いでしょ、リスナーも多いし。だから、だから思考停止リスナーが石像悪いやつだみたいな、そういう空気作るのうまいでしょ、あなた。じゃあ自分がいいとこ言ってみろよ。じゃあ俺んとこのいる人たちは思考ロックしてんだよ。じゃあ言ってみろよ。ほんのいいとこ、うん、ない、終わり、以上。じゃあいや言い過ぎだよ。セフィ、マンキツオにも一個ぐらいいいところあるはずだよ。一個ぐらいあるぞ。今バドさん、え、今俺のことじゃないのか。俺のいいとこあったら、ない。じゃあ言ってくるね、俺に対して。じゃあ。いや、最近言ってないでしょ。俺のところのいるリスナーさんがどうのこうのって言うんじゃないよ、じゃあ。最近言ってねえだろ、何ヶ月、いつの話だよ。2ヶ月前の話だろ、まだ言ってなかった。今、お前が俺のところにいるリスナーが思考が停止してるから洗脳できるんだろうって言っただろ、それについて言ってんだよ。はいはい、そうですね。そういう空気を作るなって言ってんの、俺が悪いみたいな。いや、作ってないけど。だからここ作ってる。あくまで和道さんの枠なんだから関係ないでしょ。関係ないけど、そういう空気をあなたが無意識に作ってる。だからリスナーが俺に叩いてるコメントで。あなたはもう謝ろうって。俺の叩きコメントばっかりじゃん、これ今。どっちかって。いや、もう謝ろう、満喫を、本当に。嫌です。よくないよ。今日は嫌です。嫌です。やっぱり、あの、卑怯なんだ、やり方が。卑怯だよ。お前だよ、卑怯なのは。いや、マンキスは卑怯だよ。いや、違う、ワドさん、聞いてちょっと。卑怯者、例えばこいつ、よっさんに、卑怯者、ね、手紙とか、卑怯者だよ、卑怯者。本当に暇があるんだったら、リアトツすればよっさんのだって住所とか全部割れてんだから。うるさい、卑怯者、ね、卑怯者だ。あんなことするのか、リアトツでも行けばいいのに、わざわざ手紙っていう、その古臭いね、卑怯者、ことをしてるんですよ。卑怯者。卑怯じゃない。お前、ループかよ。てめえループかよ、この野郎。どんだけ前に進むのが遅いんだよ、お前。卑怯者のくせに。そう。なんなの、これは。ダメだ、それは嫌だね。うるさい、卑怯者。それは嫌だ。ループかよ。どんだけ前に進むのがとろいんだよ。みんな前に向かって生きてんだよ。お前てめえだけだよ、ただ。いつまで後ろ向いて歩いてんだよ。だから、これだから困る。結局ね。そう、和道さんも石像もそうだけど、ね、もう結局その真剣に語ることできないじゃない、こういう時に。すぐそっちに逃げちゃう。配信だろうと何だろうと関係ないのよ。真剣に語るときは語ればいいじゃん、人の枠だけど。あの、いいっすか、口数多いと、口数多すぎるとバカに見えるから、ちょっと減らした方がいいっすよ。本当だよ。バカだから、だ自分でバカって言ってるから。バカ。いいんだよ、俺は。頭賢く見、口数多すぎる、ちょっと。いいんだって、俺はそういうキャラだから。喋ってなんぼっての、うん、あの、数打ちゃう、あの、当たるっていうタイプだから、俺は。かまってちゃんだもんね。お前がかまってちゃんだろ、ワードさんの枠でずーっと延々とくだらんことばっかり喋りやがって、お前。いや、でもキャバ嬢に聞いたけど、口数多い人間って。どうのとか。はいはい。何、ね、俺、ね、結局どうしたいわけ、俺に。何がしたいので、人に迷惑かけるんじゃないって言ってんだよ。簡単に言ったら。じゃあ、あんたに迷惑はかけません。それでいいですか？いや、すべてにおいてかけるなよ。いや、それは保証はできない。でも、あなたには迷惑かけません。どうせ君配信しても閲覧ゼロなんだから、意味ないんだから配信したって。いや、この前1700円行きましたよ。いや、それはチンコ出してでしょ、ね、あなたに、見てたんですか、私も。君じゃなくてもチンコ出したら湧くんだよ。言ってみたら、誰でもできることを君はしてんだよ。いや、できませんね。誰でもできることは90。自殺配信の真似をして、ね。やったんでしょ、それ行くよ、誰だって。首つっとけ。90分もチンチン出せるやつがいますか、ふわっちで。いや、ふわっちいっぱいいたけど、チンチン出してる。この間、まさやんなんて男の子出してるよ。90分間も、どんな、90分間も、チンチン出してる。まあ、2人の話を、ね、
大人として冷静に聞いてたけど、まあ、チンコ出せないやつに何か言われたくないね、俺も。そう、うん、チンコ出せないやつにチンコ語られたくないかな。そう、だからこっちは確かに。ルールとマナーを守るタイプだから、ワードさん、俺は。ルールを。いや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 、もう本当、何言ってもチンコ出せない男だよ。本当そう。確かにルールとマナーとか、言葉遣いや頭は。そう、チンコ出せない上です。俺全然出してるよ。全然出してる。だから、頭はあなたいいですよ。頭も、見た目も。毛を剃りながら、あのチンコ出したやつ見たことある。ね、うん、だ全然出してる、俺は。でも、ふわっちではできないね。やっぱ生活がかかる。ああ、もうなんか、どうせチンコも出せないような器の男の話にしか聞こえないね。うん、そう、お前、要するにリスナー金としか見てねえんだよ。正義なのじゃ、配信者は。卑怯者だよ、卑怯者。卑怯だよ、お前。金としか見てねえんだよ。チンコも出せないやつがチンコ語るな、卑怯者。卑怯者。言ったけど、卑怯者。卑怯者が、バンナピー覚悟でやってんだよ、こっちは。腹くくってんだよ。いや、腹くくってそこに何があるの？お前は確かに頭、俺より顔も良くて、頭は良くて、性格もいいし、リスナーに愛されてるけど、俺とマナの違いは、腹くくるかくくないかの違いだよ。腹そうだそうだ、言ってやれ。チンコ出したら何が起こるのじゃ、教えてよ。いやいやいや、お前に何にも言われたくない。お前には何にも言われたくない。出したこともない。知るわけがない。いやいやいや。で、今更ね。新子も出せない卑怯者。いや、どうせ俺皮ちょっと被ってるから出したって意味ないんだって、和田さん。ああ、もう本当にダメ。俺が立派なもんだったらいいけど。ああ言うたらこういうでしょ。いや、だからね。口だけやろうだ。こっちは、口先やろうですよ、配信者は全員。口先やろうだよ。腹くくって生きてんだよ。いや、腹くくって言って配信で何を見したの？チンコ見しただけでしょ？首つって。それでもリスナー楽しませれたじゃん。見返りもない。見返りもないのに楽しませれたの。あなたは人を金としか見てないから分かんない、俺の言ってることが。そうだ、分かる。そうだ、そうだ。どういうこと？俺金くれなんて言ったこと一言もないけど、ちなみにセフィゾー。ああ、うわうわ、怖い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 。怖い。リスナーでもあなたに、そういうふうに思ってたんだ。あなたに課金するリスナーっていうのは、うん、まあそれだったら、まあなんだろう、動物、盲導犬とかに寄付した方が絶対俺はいいと思ってますよ。それは使う側でしょ、ね、使う側が決めることじゃん。君が決めることあなたに、あなたにあげても、まあ、うん、オフ箱とか、ウサギ番長とか、まあ、スロットパチは消えるだけじゃないですか。うん。で、まあ、それもらった金だからいいかもしんないけどね。うん。でも、色恋とか、頭の悪いリスナーにから金を騙し取るようなマネやめなさい。俺が色恋してると、セフィゾー。ん、はい、俺が色恋してる。はい。なはい。じゃあ、ソース持ってこいよ、じゃあ。俺は一度たりともしたことないけど、持ってこいよ、じゃあ。ソースはないんですけど、もし、色恋しないんであれば。妄想で言ってんだろ、お前は。いや、確かに今妄想で言いましたけど、もし色恋しないんであれば、俺、死んでも、殺しても、自殺してもいい。言ったな、お前。お前は多分死ぬことになるぞ。はい。もし色恋しない時点で俺は色恋しないんじゃないの？死ねえよ。もし色恋したら、色恋したらですよ。だから、もし仮にあなたが色恋したら。何回もそれについて配信を撮ったんだよ。で、もし、あなたがもし色恋した事実があればね。うん、死んでください。何度俺が死なないといけないの？あなたが死ぬか、あなたの。ちょっと待って、セフィゾー、セフィゾー。はい。はい。俺から言わせて。はい。あのね、死ねは、言い過ぎだと思うじゃん。ああ、すみません、すみません。ちょっと、僕もカットなっちゃって、ごめんなさい。俺から言わせて。はい。マンキスを死んでくんね、本当に。嫌だね、俺は行きますよ。いや、死んだ方がいい。卑怯者だから。卑怯者。卑怯者死ね。卑怯者が。嫌だね。卑怯者死ね。しかも、お前、この語で及んで、顔画像も出せないのか、てめえだけを。卑怯者。お前、どんだけ逃げ、たまにじゃねえだろ。じゃあ、顔出したら、ね。何の画像だよ、これよ。ねえ、君みたいなブサイクな顔を晒して人様に迷惑かけてんだよ、まずその顔。卑怯者。顔お前のがブサイクだろ、お前。卑怯者だよ、卑怯者。じゃあブサイクとか何か人が見て決めることだから。
何言ってんのお前、自分がモテると勘違いしててんの、お前ただの外事だから。勘違いしてませんけど、モテるなんて。いや、そうなの、ひょうもな、ひょうもなしね。嫌だね。お前さ、絶対死にたくない。口かせ多いだけにさ、自分の頭いいと思ってない、だから頭、さっきから俺バカって言ってんだけど、自分のこと。あと早口すぎて何喋ってるか分かんねえから、ゆっくり喋れや。テンパンな。お前も早口だから大丈夫だぞ。テンパンの、落ち着け。なあ、あれ落ち着けだったの。ちょっと、石蔵ちゃん。どうしたの、今日いつもと違うじゃん、今日。どうしたの、何どうしたの、今日。ちょっと焦ってるじゃん。え、何いつもと違うよ。どうしたの、え、もっと賢いって言ってよ。俺が自分で言ってるじゃん、賢いって。え、俺、室尾さんの方が頭いいってさっき言いましたよね。いや、まあ、人は好きよ。俺の枠で散々言ってるから。俺の枠で散々言ってますけど。言葉のキャッチボールできないの？前から思ったけど。君だよ。それは君だよ。卑怯者か。ね、卑怯者でいいよ。俺はチンコですね。こんな卑怯なやつ見たことないわ。そうでしょ。リアルで何も通じねえから、ネットに、ビビってネットに来ただけだろ、お前。こんなに卑怯なやつ見たことない。君には言われたくないわ。ネットで、君はリアルでも通用しないから、ネットで、よっさんとかに粘着してるんでしょ？そんなこと普通しないから。じゃあなんでお前昔俺のことネタにしてたの？好きなんだろ？それは君が閲覧が500ぐらい通ってたから、変なことをしてね。塾長がどうのこうのって。それ便乗しただけだけど。閲覧取りに行ってやった。じゃあお前も俺を利用してるじゃん。だから何？俺は閲覧のためにやったんだけど。俺がよっさんを利用してるかに、お前も俺を利用してるじゃん。ゼロじゃん、閲覧。どうせゼロじゃん、普段。閲覧の問題の話を今しない。意味がないの、散々言うてやったじゃん、俺は。そこ。いや、だから今、閲覧の話聞いて。俺はよくだから、お前はよくと俺はダメなの。同じことして。閲覧を便乗しただけだよ。手紙とかは全然別でしょ、あんなの。ネタでも何でもないじゃん、気持ち悪い。自分は幼少期に何とか院にいて、ね、親もいなくていじめられて、だからお金に困ってますみたいな。あれが何のネタになるの？面白くない。でも別に俺は彼を脅迫したわけでもない。いや、脅迫の話してないんだけど。犯罪に当たるようなことはしていません。面白いか面白くないか言ってんだよ。面白かったじゃないの？リスナーの反応から見れば。それはお前が決めることじゃなくて、よっさんのリスナーが決めることで。お前のようなその面白くないから、よっさんのリスナーが一人もフォローしてくれなかったんでしょ、セフィゾーちゃん。そこが答えが出てんだよ。あ、フォローもありましたよ。いや、それよっさんとこじゃないじゃん。君次の枠見たけど、閲覧なかったじゃん、1も。あ、そうですね。そう、それが答えなんだって。まあ、やり方がちょっと下手っていうのもあるかもしれないですけどね。俺の。いや、下手とかっていう問題じゃないんだって、面白くないんだよ。まあ、お互いにそうかもしれないですね。いや、俺は君よりはまだ面白いと思ってるよ。閲覧があるから。普段から。君よりは。はいはいはい。うん。はいはいはい。わかる？要するになんか、褒めてほしいわけ？は？あの、褒められに来たわけ？いや、違うよ。いや、そうです。だからなんか、フラッチから消えてほしいんだよ、俺は。いや、お前が死ねばじゃん。え？お前が死ねば俺という概念もなくなるじゃん。死ねばいいんだ。いやー、それは俺は死ねないよ。いや、ごめんなさい。それ言い過ぎた。ごめんなさい。死ねじゃないわ。土に帰ればいい。死ねっていうのは全然 OK だと思うよ、俺は。土に帰ればいい。うん、いやもう本当に死んだ方がいいと思う。それは君の番だよ。それは君の番だよ、セフィゾー。いやでも年齢とか、年齢的に多分あなたの方が俺より早く死ぬと思いますよ。いや、俺はでも幸せだから、君よりは。人間ってね、年齢じゃないんだよ。幸福度で、寿命って変わってくるんだよ、多少は。うるさい卑怯者。そうだそうだ。俺は卑怯者。幸せな人間はお前、家族にするかバカ。幸せはでも自分から掴みに行くんだぞ、セフィゾー。言っとくけど。何？幸せは自分から掴みに行くんだって。お前掴みに行ったことないじゃん、一回も。配信で。いや、ありますけど。どう幸せを掴みに行った？チンコを出したことで幸せを感じたの？いや、それはプライベートなことは言いません。
なんでそのプライベートのことをあなたに説明しないといけないんですか。ここはネットの場ですよ。いや、今配信のことって言ったんだけど、配信で幸せになったのかって聞いたんだよ。こんなに卑怯な幸福論聞いたことないわ。そうです。で、あなたなんか勘違いしてません？質問すれば何でも答えが返ってくると思うと大間違いですよ。俺、あなたのお母さんじゃないんですからね。キャッチボールできないの？さっき君が言ったんだけど、セフィゾーちゃん。キャッチボールできないの？落ち着け。ね、大きな声出すな。自分で言っちゃったのに。そう、大きな声出すなって言ってから、声のトーンを下げるな。お前は俺の洗脳されてるのか、ね、セフィゾーちゃん。はい。そこ答えられないの？あ、ごめん、ごめん、話聞いてなかった。もう一回言って。いや、キャッチボールできないのって言ってんだよ。え、俺野球得意だよ。いや、言葉のキャッチボール。うん、じゃあだから最初から言葉のキャッチボール。なんで、ね、そういうとこがダサいんだって。面白い。野球を語るな、卑怯者。そうだよ。俺は野球じゃない。言葉のキャッチボールだから。じゃあ最初から言葉のキャッチボールって言えよ。卑怯者。君が言ったんだぞ、キャッチボールもできないのかっつって。ね、君が言ったの。俺言葉のキャッチボールって言いましたよ。あなた記憶障害です。言ってないけど、ちなみに君言ってないけど。わかりました。じゃああなたの都合のいいように俺は解釈します。それでいいですね。うん。で、キャッチボールしてくれるの？キャッチボールは、どっちでもいいですけど。とりあえず、あなたに迷惑かけないの OK？ ね、どういうこと？聞いてほしいんだけど、俺は、君に。何？ OK かって聞いてんだよ、卑怯者。そうだよ。俺は今日だけど、俺は消えないし、セフィゾーに消えてほしいって思ってる。いたまえ、何がしたの？お前が消えろ、卑怯者。いやだね、俺は消えない。お前だって、アイテムしかお前、金目的だと、お前。じゃあ、そう思ってくれじゃん、別に。金目的。全部卑怯だな。何もかも卑怯だな。どうそうや、生き神の劣化版みたいな感じや、お前。劣化だ、そうだ、卑怯者。パクリかよ。どういうこと、生神の劣化版って。アイテムください、くださいと、お前。俺がだから一回でも言ったとこ見たことあるのか、お前。お前さ、で、なんかアイテムくれた女にはなんか自分のチンコ突っ込んだりさ、お前知ってんだぞ、バカ。じゃあ、それを全部チンコ突っ込んだとこ探して持ってこいよ、俺んとこ。などんだけ、な、どんだけ情弱騙しまくってんの、お前。だから池上に謝れ。どう騙したのか、池上に謝れよ。池上に謝れよ。謝れよ。パクリが卑怯者。池上さんに謝れよ。いや、無視中なんだよ。卑怯者。本当に。てめえよ。パクるな、池上さんを。池上をパクったことはございません。いや、池上パクってるよ。みんな気づいてんだよ。パクリが卑怯者。俺がじゃあどうパクったら池上。パクるなよ。池上さんのネタをパクるなよ。キャラパクリ。パクるしかできねえだろ、てめえよ。卑怯者だよ。一度もないです。一度もない。面白いと思ってんの？本当だよ。俺が？セフィゾーよりは面白いと思ってるよ。それは俺は本気出してないからね。それは俺は本気出してないからね。本気出せよ、じゃあ。出していいの？本気出せよ。出せよ。あ、じゃあ出すよ、これから。それでいいか？うん。ね、それはもういい、だらだら配信してさ、ね、変なことすることができないでしょ、君は。何、ね、変なことしかできないでしょ、どうせ。変なこともできない、お前に言われたくないけどね。俺は変なことしなくても閲覧があるんだけど、君よりは。だから俺は変なことしてても閲覧出そうという覚悟があるの。お前みたいにビビりじゃないから。覚悟って何、それは。人を見つけたいんだったら配信じゃなくてもよくないじゃん。なんだっけ、ビビオ、なんだっけ、なんだっけ、名前、ビビオ基礎、バンビビオだっけ。何バンビビオって寒いな。お前さ、なんだろう。なんて言えばいいのかな。他にやることないの。何他にやることって。お前何、暇なの。どういうこと。そうだ、暇だ。そうだ。そうだそうだ。俺は暇人。うん、仕事したら。今日もの。仕事してますけど。仕事しない。お前多分しない。じゃあしてないで君の中でね。でも俺はしてないから。働いて逃げてんだ。卑怯者。どういうこと、働いて逃げてるって。お前卑怯なんだ、やることなすことがすべて。本当だよ。働くとか最低だな、卑怯者。そうだ。配信者や。
アイテムもらってるくせに働いてるね、バカ。じゃあ、セフィゾーちゃん、君も多少なりともアイテムもらってたよね。なんでもらってねえから働いてんだ、バカ。お前、アイテムだけ多少なりともアイテムもらってるじゃん。アイテムで生活できるんであれば、働くな、バカ。そこら辺が卑怯なんだ、バカ、バカ。卑怯者、卑怯者。ワドさん、見習え、お前。稼げるようになったら、仕事を辞めるのじゃ。辞めるわ、バカ。辞めるに決まってんだろ、お前。じゃあ、ちなみに仕事何してんの？なんで？仕事何してんの？仕事は、サラリーマンです、その。何の？お前、前言ったよね。製造関係つったら、バカ。お前、さっきヘルメットかぶるのも嫌、ブルーワークも嫌って言ってたじゃない。それは昔の仕事っすよ。え？その製造はヘルメットかぶらないの。ね、なんか流れ作業してんの？流れ作業、まあまあ、うわうわうわ、まあ、うわ、一生懸命働いてる人をバカにしてる卑怯者だ。違うね、さっき。バーカバーカ、卑怯者、卑怯者だと言うと、卑怯者ワドさん、ね。こいつがさっきヘルメットもかぶりたくない、最低賃金を下回ったら、ね、あんなのおっさんがやる仕事じゃない、クズだって言ったんです、セフィゾーは。それについて、お前さ、それはそれ、これはこれって話を分かんないの？いや、仕事をすることはそれはそれ、これはこれじゃないよ。だからそれ派遣の時の昔の話をしただけなの、サーバー急便とかの。いや、それ今俺が言ってる話は加工、加工関係の人。いや、二人の話をね、ゆっくり、二人の話を冷静に聞いて、やっぱりね、こうお互い言い分、お互いに言い分があると思う。あの、マンキソンも怒ってるし、セフィーも言いたいことがある。その上で、どう考えてもマンキソンが悪い。謝ろう。悪いと思う。でも、嫌だ。いや、全面的に、これは。いや、しかも、俺しかもね、アイテムもらった人にアイテム買い、花火投げるからね。お前と違って。お前、還元にしない。俺はごめんけど、ふわっちで多分配信者の中では3本の指に入るけど、アイテム投げてますけど、ちなみに。いくら投げてない？1回も投げてないだろ、卑怯者。え、俺も全部で60万、70万くだらないよ、ふわっち投げてる。俺には1回も投げてないだろ、卑怯者。お前、それさ。俺はワドさんに投げたことあるし。投げてないよ、卑怯者。卑怯者。卑怯者。言うな、本当に。卑怯者。卑怯なんだよ、卑怯者。俺は誰よりも相手をやってますけど。俺に投げてないよ、お前、だから。ジョージ巨源壁って言われんだよ。そうだ、巨源壁だ。誰が言ってんの、ジョージ巨源壁。卑怯者。巨源壁だ、巨源が。巨源だ、巨源だ。ジョージ巨源兵のことを詳しく言うのか、こと細かく。常に巨源を吐くから、ジョージ巨源兵って言うんだよ。巨源だ。何をじゃあ俺が巨源を言ったのか言ってみろよ。ジョージだ。花火を投げたと投げてないだろう。そうだよ、卑怯者。投げてる。信用してほしいんであれば、みんなの目の前で今投げろ。なんで今投げろ。そうだ。そうだ。信用とはそういうものだ。そうだ。俺は卑怯者だけど、みんな知ってるよ、別に。知らないよ、そんな卑怯者。知らねえよ、俺そのもん。みんな知るって、お前。何？みんな俺を入れるな、一国に。知らねえ。お前なんかその、吹かすよな、お前。お前、セフィゾー俺に投げてないけど、じゃあ、そんなこと言うんだったら。俺、ワドさん投げたことあるよ。いや、違う、俺そうだよ。3発しか投げてないけど。投げるか、卑怯者。お前になんか投げるか、卑怯者。そうだ。俺はさ、お前花火飛んでるんだから、お前に投げる必要ないから投げてないだけだって。ワドさん、お前と違って花火そんな飛んでないから花火投げたんだ、バカ。そうだよ、そうだ、バカ。卑怯者。じゃあ、飛んでないとこに全部投げに行けよ、じゃあ。ん？何？飛んでないとこに全部投げに行けよ、じゃあ。ワドさんの方が頑張ってるから投げてんだよ、バカ。お前、誰でも呼ばれてるんだよ。頑張ってる、ワドさんが。エリックスばっかり言うな。立ち行くわ、ワドさんだってな。体張って頑張ってんだよ。それでも結果出ない場合があるんだよ。お前何してんだもん。誰の、そうだ。誰、ステゴローも誰、なんかその、何よっさんのなんかの、なんだっけ忘年会。誰かに呼ばれたことねえだろ。ほら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 、ほら、アグリンが言ってる。私はマンキソに誕生日ケーキ投げたのに風船1個お返しした。そうそうそう。卑怯者、卑怯者。俺、アグリンにも投げてるし、俺は。卑怯者、風船1個で。卑怯者。お前、友達ゼロでさ、一人でなんか勝手に裸の王様やってるだけじゃん。いや、それはお前に言われたくないわ、友達。結構今いいこと言ったの。ほんと卑怯だな。言ったけど、お前あれだよ。顔がそこそこ良くなかったら、なんていうか別になんか身内以下だからな、やってることは。まあ、ガチレスしたら。自分が閲覧がないのに、ね、
閲覧が少しでも自分にある人のこと文句言っちゃダメだから、そこは配信者にとって。だからその気になればお前のレベルだって超えれるっつうの。その気もクソもないんだよ。その気もクソもあるわバカ。何？そんな卑怯なやつ見たことない。発言権がないんだよ。です。はいはいはい。いはい。な裸の王様だよ、お前なんか一人なんかよがって。そうだ、恥を知れ。恥を知れ、卑怯者。裸の王様、ね、お前のやつでこ。ああ、鼻水止まんねえ。苦しい。辛いな。鼻水止まんないよ。ワドツー。今日は2019年1月の30日、1時30分です。今日やばいね。肝音サビエンだと思う。さっき外行った時寒かったから。それでダメになったんだと思う。今日ひどいね。鼻炎ね。花粉飛んでるのかな？ちょっとアレルギーがひどい。早く水道で出したいね。わあ、鼻がやばい。やばったんだね。ああ、あやかいらっしゃい。うん。はい、ワード2、たむたむいらっしゃい。ああ、鼻ひどいな、ほんと。おはよう、猫の目。今日もいい天気かい？そっちは。3万欲しかったな。鼻炎っていうか、あの、アレルギー体質なんだよね、これ。ああ、髪の毛染めたかったけど、シャワー出ないんだよな。どうしよう。暑いな、なんか。脱ぐわ。そうだな。はい、ワード2。そうそう、赤じゃない、今。結構仕事でね、お偉いさんと会うことが多いから。結構大御所の人と会うから。髪の毛赤くできなくてさ。大変なんだよ。大人になった。でも、髪の毛シルバーにしようかなとか思ってるけど。なんか彩香だいぶ痩せたよね。めちゃくちゃ痩せたでしょ。黒髪似合ってるかな。白にしようと思ってるんだよね。真っ白。水道、うん、毎月お金なくてさ、全然稼げなくて貧乏で。そうそう、相変わらず支払いが止まってるよ。月末だから支払いに追われてるんだよね。うん。あ、酒飲み始めた。あ、酒飲んでるんだ。そっかそっか。うん。で、痩せたんだ。初期メンバーだね。ふわっち初期メンバーだからね、彩香は。配信やってんの？まだ。手洗いたいな。手洗ったり、うがいしたりしたいけど、水が出ない。外の公園寒いしな。近年稀に見る卑怯者だったな。セフィありがとうね、こちらこそ。腐るなよ。よいしょ。腐るなよ。頑張れ、頑張れ。腐ったらダメだ、人間は。
水道、うん、払ってなくてね、止まっちゃった。さっき払ったけどね、夜だったから、止まってるんだよね。水道払わないとね。男のことでボロクソ叩かれた腹立って配信切った。やってんだ。あ、なに、男できたの？よかったじゃん。仲良くやってる？彼氏と。やっと男できたか。えがった、えがった。今日だったな。いや、俺好きな人には頑張れって言うよ。俺セフィ嫌いじゃないから、うん、そう、辛い人生を送ってきたら誰かに優しくできる。セックスできん相手にセックスできんって伝えたって言ったら叩かれた。なんで？うん、明けいらっしゃい。好きな人には頑張ってほしい。どうでもいいやつには頑張れとか言わない。愛は脱。あやかもきつらいだかもな。ソンさん見つかってない苦戦中やばいよ本当に一回結構大きな話あったんだけどね、なーなーになっちゃった、ダメになっちゃったね。やれることやるよ、うん、諦めてはないからさ。見つかってないね。でも金が集まらない部分はなんとかカバーできそうだから、機材貸してくれる人とか、技術はね教えてもらってて、この前も撮影で、撮影風景あるかな、ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね、撮影風景、撮影風景あるよ、技術は教えてもらってる、あるかな、なんかちょっと待って、うん、こんな感じかな。こんな感じで撮影やってる。プシュプシュはね、ガラスをこう、うん、撮影やってるよ、うん、こんな感じ。ちょっとこれはワンシーンだけだけど、こんな感じかな。ちょっとトイレ行ってくるわ。プシュプシュはね、これはね、ブロワーっていうやつだね、うん、こういう、うん、あと昨日は現場にちょっと行ったかな。大変ほんと。ちょっとトイレ行ってくんね。
水出なかった。うん。モデルの女誰だよ。いや、モデルさん、モデルさん。人はもう、被写体何人撮ったかな。4名、あ、4名じゃない、3名、4、5、5人ぐらい撮ったかな。今、5、6人かな。6人か。6人撮らせてもらったかな。で、やっと OK が出た。その、教わってるんだけど、今。プロで通用するレベルじゃないって言われて、修正、フォトショップかましてなんとかなるレベルだけど、前回この撮影でようやく OK もらって、もうこれだったら現場入れますって言われて、お墨付きは一応もらった。4回かかったかな、OK 出るまで。その、カメラだとホリゾントって言うんだけど、そういう撮影技法があって、技法っていうかホリゾントっていうのはそのセットの名前なんだけど、そう。やっと許可出たかな。まあこれだったらまあ、まあまあ、個性はまだ出てないけど、その、クライアントに出せるレベルだなっていう。大変なんだよね、いろいろ。スチール、スチールから入ってるの、今ね、この先生っていうのが、なんて言ったらいいんだろう。まあ現場で会社をやってる人の、簡単に言うと映像の、現場でもうバリバリやってる人で、で、俺が映画撮りたいっていうのを知ってて、リスナーさんの紹介で、紹介してもらったんだけど、一からもう映画全部教えますよって言ってもらえて、で、どっから説明すればいいかな。まあ、簡単に言うと、何にも分かってない状態だから、もうゼロから、交番表の書き方から、もう全部教わってるって感じ。で、なんでスチールから入ってるか、今度動画に入るんだけど、2月の頭から。まず、和道さんの課題点は、まず、その、ティザー映像が必要だっていう、映画を撮る前に、スポンサーを集められないのは、あなたがどういう作品を作れるのかを知らせる必要があるから、3分間のショートムービーを作りましょうと。で、この3分間のショートムービーを作るのに、もう、プロットの段階、台本の段階、全部のステップを踏みましょうと。で、それをショート、ミニマムの現場で一から全部教えるんで、それを、作りましょうと。で、それができてる頃には、要は監督としてスタートライン切れるように一応全部のことを教えるんでっていう。で、それを今度和道さんが現場で伝えてくださいと。だから一回経験させてもらってるんだよね。で、なんでスチールから入ってるかっていうと、今企画書の段階から作るための資料を作ってんの。要はスポンサーさん集めるための資料を作るためのスチール。要は動画の、なんていうのかな。まあ、当たるだったらわかると思うけど、そのプロットとか脚本に使うための資料作りの、スチールを撮ってる。で、今度動画に入るって感じ。そんな感じです。爽やかになったかな？そうかな？まあ、ねえ、もう何年見てなかった？あやか。何年ぶりだもんね、うん。もちろんもちろんこれは動画に向けて動いてるんだけど、現段階ではスチールしかやってないね。マネーのたら、うん。まあ結構苦戦してるよ。舐めてたね、正直言うと。プロット固まったんか。今回の件については固まってる。要は、映画の本ちゃんの前にこっちに専念してんの。で、こっちのプロットは固まってる。うん。のんたら元気だよ。のんちゃんとオセロしてる夢見た。うん。のんちゃん絵描いてるよ、今。うん。夢に向かって頑張ってる。プロットはそうだね。まあまあ、とりあえず一個一個クリアしていかないとなと思ってるかな。うん。まあ、まあまあ、本当に舐めてたね。よくなかったね。舐めてたな、完全に。こんなに大変だと思わなかった。正直ね、見切り発車で動画作るノリで作ってたっていうのは反省してるかな。いや、2年のハードル結構きついよ。やっぱり全部が全部ってなると。作品作るやつは相当根性いるよ。うん、重い。もう、ほんと、なんだろう。心折れそうだよ。
私は酒飲んで何に向かってるかわからん。まあまあ、俺もそういう時期あったよ。若い頃は。いいんだよ、若い頃は。心入れ替えたつうか、現実を知ったよね。やっぱり現場に出てさ、その AD 一つ、プロデューサー、監督、照明、カメラマン、そう、一人でできると思ってたの。なまじその自分自信があったから。でも、自分一人じゃ絶対作れないっていうのが分かって、人に力を借りたりとかさ、その、なんていうの、一人かけても本当にぐだるっていう現場が。だから、特にその、仕切る人なわけじゃん、監督って。だから、監督が心折れたら絶対ダメだし、そう、やりたいことをやるっていうの、こんなに大変なんだと思って、ちょっとね、ちょっと舐めてたね、現場を。できるだろうと思ってたけどね、こんなに大変なのかっていう。特に俺はほら、脚本とか物を書くのがすごい苦手だから、多分将来的にやる、本格的にやっていく段階では脚本家が絶対必要だなと思ってて、そう、文章ベースに落とし込めないんだよね。だからその、なんだろう、その辺とかも考えていかないといけないし、そう、脚本と、まあ、技術は上がってるんだけど、不安は取れてないかな。すごいシビアな世界だね、本当に。頑張らんと。いや、ほんと気持ちがね、強くないと取れないね。現実を知ったよね。やればやるほど遠くなっていくっていう感じ。やろうとしてることがいかに、その、できるっていうのが、その、なんつうんだろう、思い込みだったっていうのをどんどん分からされてるよね。正直、ギリギリだよ、もう。マジで。はい、映画なんか誰も楽しみにしてなくてさ、もう食ってくのに必死ぐらい落ちてるから、このまま行ったらもうあかんな、ほんと。配信者としてもダメだし、映画撮れるかどうかっていう瀬戸際だからもう、気持ち切れたら終わりだなと思ってるね。ここで折れたらもうアウトだね。はいっす。おでこかなり広いよ。何センチなんだろう、わかんない。どっからセンチ測るのかもわかんないし。PV みたいなやつじゃなくて、なんだろう、普通にね、音楽に乗せてその映像作品を作るって感じかな。あれ、数字がずれてるな、なんだろう。はい、わかんない。まあ相当広いよ。そうだね。まず撮るか。まず撮る。なるほどね。まず撮る。バカず踏んで技術上げていくしかないよな。
スライダードリー欲しいね、やっぱり。スライダードリー、スライダードリー欲しいな、ちょっと。スライダードリーだっけ。あれ、なんでこんな値段ずれるんだ。2000円足りないな。なんだこれ。あれ？変だな。取れる自由。取れる自由。いや、ある機材で頑張るしかないなと思って、今、その、やっぱり、機材を借りるっていうことと、要は、持ってる人に力貸してもらうっていうことと、あと、その、レンタルもう結構調べて、業者さんとか、やっぱカメラとか三脚照明も全部借りれば抑えられるっていうのが分かったから、あのロケハンにお金使おうっていう風に、考えてるかな、ちょっと今は。よし君っていうカメラマンさんがカメラと機材2、300あるから、そこをメインで使ってもらって、俺のはあくまでサブカメと練習用に使って、こっち側で機材揃えるんじゃなくて、脚本とかプロットとかお金がかからない部分に力入れて、で、金がかかる部分には、まあ、アゴアシ代と、あと、スタジオ代、そっち側と、あとレンタル費と車とか、ロケハンの方に回していこうかな、とか思ってるけど。そこは変わったかな。今教わってる人も、あの機材全然音響系もあるんでって言って貸してくれるって言ってるから。ただ数千万かかる機材もあるから、数千万じゃない、数百万か。数百万のものには一筆書いてくださいとは言われてるけど、数十万単位のものであれば、普通に持ち出していいですよっていう風に言われてて。プロの現場ですらレンタルだなっていうのがだんだん分かってきたから。結構安いね。アルファ7とかも5000円、6000円とかで貸し出してるところもあるし。まあ、もろもろ込みで1万2000円ぐらいで借りれるし。まあまあ、これは買ってよかったなと思ってんだけど、カメラ自体は。あの30万で買って、結局30回か25回ぐらい使えば、結局そこはペイできるから。カメラはありだとしても、他の付随するものは、まあ、やり方さえ覚えちゃえば、レンタルでいけるかなっていう感じだけど。測ってみる？おでこのトップがここだから、眉毛まで。ここから、眉毛。6.5 かな。生え際から、生え際が、ここか。ここから眉毛のところ ?9 センチだ。9だね。9。あ、9じゃない。8点ちょいだね。8点ちょい。8、9ぐらいかな。8.5 ぐらいじゃん。8.2 とか。まあ、なんかこう、やる気だけじゃどうにもならないっていう感じだよね。
やる気は必要だけど、やる気だけじゃどうにかなるものがなくなってきたんだ。なんだ。現実が重たいよね。まあできる中でやるしかないよね。できる中で何をやるのか。あれ、なんで金がこんなズレが出るんだろう。意味がわかんねえな。めちゃめちゃ金額ずれてんな。なんだろう。収入がずれてる。28億27日。土曜日、26。金が足りないな。ああ、わかったわかった。ずれてない。3359。これでぴったりジャストかな。ああ、これだ。あった。ぴったり。オッケー。ああ、ありがとう。うん、おやすみ。ありがとうね、来てくれて。早くバイバイ。早くフォローしてね。いや、俺美容師じゃないよ。うん。夜中の2時か、今。
ああ、そうだよね。人によるよね、ほんと、髪の毛切るのはね。人によると思う。鼻ぐちゃぐちゃだし、水道は出ねえし。ひどいな。ちょっとパソコンからの配信に切り替えるわ。一旦落ちます。お疲れ様です。